このアッパー分。ヒカルくん、こんばんは。あ、テストテスト、放送テスト。チェッキングユアブラウザーアイフロテストテスト、放送テスト、放送テスト。
こんばんばんばんは。よし、こんなもんだな。はい、音声旅行です。上から順にクールユーさんと5番タムひろきさんだな。と、チェッキングや、噛んだ。チェッキングやブラウザーカートウィー、アイフラさん、ドさん、どうも、いらっしゃいませ。先ほどはありがとうございました。ちょっとね、電車乗ってる間だから、トンネルに入ったら、全く繋がんなくなっちゃうんで、その都度もう、音信不通にはなってしまいましたが、ありがとうございました。その都度ね、もう音信不通にはなってしまうものの。じゃあ、部屋ガチャから始めましょう。ヒカルさん、最近運良くないですね。そうですね、なんかこの、昨日か、なんかもう、土曜にいきなり仕事が入るわ、なんかもう、とんでもないですね。日頃の行いよし、11人部屋。こればっかりはもうしょうがないね。僕一人の問題じゃないですからね。まあ言うて今年、あれだもんな。あともう2ヶ月ぐらいで終了だから。年が変わればまあなんとかなるでしょう。言われてみればこれあれだな。ミーが、アチドックスバージョンと違うね。自分で作っておいてこれ知らなかったわ。確かにそうだな。逆にそれ本人より先に気づいちゃったっていうのがすごいね。これまさか新規部屋？ヒカルさんも気づいてなかったの驚いた。なんも気づきませんでした。いつも通りなんか適当に、あ、これで完成だなって思ったら、まさかそんなところにしたい。ね。よく見てますよ、本当に。ここはすごいと思う。そして大丈夫か？ここで固まるってないぞ、今まで。初めてだ、こんなとこで固まったの。大丈夫か？しかし、なかなかの光るマニアだと思います。それはわかる。なかなかの光るマニアでございます、本当。お一人抜けた。え、これ新規部屋で11人集まっちゃったの？なんだこれ、マジかよ。ビッグマックセット。うん。ビッグマックセットだね。どうもどうも、キリマさん、いらっしゃいませ。あ、でもちゃんと新規部屋っぽいな、これ。え、じゃあホスト誰だ、これ。ガンボがいるっていうのぐらいしかわかんない。あ、さっきのあのツイッターに上げてたやつか。いいね、盛り上がってますね。しかーし、わら。しかーし。15番さん、いらっしゃいませ。正直羨ましい、あれは。焼肉、僕も買ってほしいよ。本当はね、遅れなければ夕飯は豪華に取りたかったんですけど、光るマニ宴会場はそうですね。僕語録ですね、光るマニア。ハチドックスのコースハスカーシガーデン、しかし約4万ぐらいした、わら。なんか怖いぞ、大丈夫か。すげえな、夕飯に4万円使うっていうのはなかなかだ。高。びっくらぽんだな。5番さんがこれ。光る宴会。光る宴会です。僕今日は即席ラーメンでした。あれじゃあ俺と一緒だね。高級焼肉店に行ったからね。いいな。間違いなく自分一人じゃ行かないですね、ああいうところ。奇遇ですね。ねえ、今日ラーメンでした。大船駅ってところで。まあ即席ラーメンだな。一風堂っていうところで、豚骨ラーメンをいただいてきました。それが約1時間前か。8時くらいかな。よくそれで帰ってこれたな、今日。なかなか無謀な計画を立てたよ、本当に。部屋ガチャこれ当たったのか。レート全然見てなかったけど。今日は久々に家帰ったらマリカやります。うん、マジ？珍しい、キリマンさん。もうスイートチスポーツ以外は本当にやる気がなくなったもんだと思った。了解です。はい、入れるっぽいね。黒だ。第2フェーズ進行。
あ、ボイムが固まった。飲みすぎて飲酒運転するかも。あ、やっぱり飲んでんすか。全然 OK ですよ。放棄された。入れ替え、点灯シンラーの一番。これはまあ避けるね。見てなかった。さっきバナナが置いてあったなーってのは。チェッキングやブラウザーしたら1時間前にできた部屋らしい。あれ？じゃあなんで今、あれだったんだろう。新規で合流、新規で作った部屋みたいな感じだったんだろう。試合観戦1秒もさしてくるの。おお、何やってんの運転手さん。黒や、背番号、上様。一瞬でしたもんね。おっと、ラクトさん回避。よし、停止確認。黒や、じゃあ、あれ、はい、見せると。予告4番、着線して、確認停車4番。利用外です。いつでもお待ちしております。ちょっとボイムが。ちなみに9000第4にいるからいい部屋。レース前の待ち時間長かったから。うん。あの待ち時間さ。あれこれもしかしたら、部屋新しく作ったのかぐらいに思ってましたが、全然違いましたね。どうもどうも、レミさんいらっしゃいませ。そもそも新規部屋で11人とかってな、プレセンじゃあるまいし、あるわけねえよな。何だったんだろう。まあいいや。とりあえず合流できたからよし。目標8000に行くことだったけど、とりあえず8000行ったからいいでしょう。ミラ、ほんとだ、これ9000が1、2、3。いい用意しますか。ありがとうございます。ウィーが待ってます。スカシみたいにね、押し入れから引っ張り出すところから始まるんだったら、まあ難易度高いけど。こん、お、どうもどうも、チアレンジキルスケさんいらっしゃいませ。こんばんは。どうもどうも。だんだん寒くなってきましたからね。目標だった8000はすぐ到達したんで、あとはもういいです。パソコンの上に据え置きです。あ、据え置きですか。ならオッケーオッケー、なら全然問題ないです。このアッパー分、まだ焼肉中、ビッグマック製糖、約4万ぐらいした、わら、こんばんは、バグってしまったのですが。来ました来ました、こんばんばんばんは、こん、今日は久々に家帰ったら何かやります、飲みすぎて飲酒運転するかも、レース前の待ち時間。よいしょ、はい、OK、治った。棒読みちゃんの設定をいじってたらバグってしまいました。次からは気をつけます。あぶね、黒や、あべ、ギリキネコ使っちまったか。今受刑進行って思ったら今度は読まなくなったし、ダメだ、読まん。レース終わるまでちょっと待ちます。部屋作るときに合流します。了解です、ルミさん了解です。ボイミちゃんついにサボり出す。仕事を放棄しました。反抗期もいいところだ。目標は8000維持。そうだね、ボイミちゃんじゃあねーした。許せんな、許せんな。何やってんの店員さん。そろそろアイテムが欲しいな。 OK、 いいんじゃね。中継進行、俺できればスターが良かったな。黒や、中継進行後ろ来ないね。 OKOK、 なんかシステムエラーがなんとかかんとか出てきてる。知らんがな。はい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 。うん、よくわからねえ。とりあえずもう一回起動します。バグった時はもう一回起動するのが一番早いな。これで OK。
高級焼肉店に行ったからね。光る宴会、レース前の待ち時間長かったから、飲みすぎて飲酒運転するかも。このアッパ、え、び、サク。なぜこれもう一回読むんだろうな。あ、いや。入ろうとしたらちょうど前に。一個開きました。やりにきゆうすけさんが入ってきましたね。よろしくお願いします。待てよこれ。ゆうすけさんもレート9000か。S ください。了解です。昨日東京の朝、まあ、室温が16度前後だった。16度。僕にとってはね、結構16度は過ごしやすい方で。まだ始まってないんご。あと10秒ぐらいかな。いや、まだだ。バキアが2人。あくまでこれ純粋な世界米で9000ですからね。珍しいね。おお、遺跡。ああ、喉かいた。金2番線ドアが、金読めねえのか、ボイビちゃん。 Thank you。 S です。あいずし。空路や、飛べない。ジャンプボタン反応せず。これは俺が悪いのか。切り替え点灯、真の G の一番役に立たない。感染確認、利用がです。入りたっぽいね。よし、せっかくだから多分今日は部屋作らずに良さそうだね。今日はこのままいけそうだ。先頭誰だあれ。リスナーじゃないとわからない。そろそろサンダーが飛んできそうだな。黒や、あ、ねえわ。いや、お、シャリニキユウスケさん、これは回避予告か。追いつけるかな。あ、トゲいった。戦闘集団、おお、1分ぴったり、時間勝負、1分30秒、手辞。怖い怖い。割りかし前行けるチャンスある。中継なんで使ったし、せっかく貴重なキノコをなぜショートカットでもないところで無駄遣いしてしまったのですか。 OK、 中継進行。できればこれ火山とかで出てほしいね。キノコは起きないっす。第三閉塞、空路だ。前方、よし、やっちまった。最後の相手はいらねえわ。おーっと、1分42秒、時間勝負、2分12秒、停止。一人回避、青線。オーストラリアだっけ、韓国だっけ、韓国はピンクか。違う、紫か。ちょっともったいないことしたな。中継進行。最後のアイテムはあえて引かずに行くか。加速アイテム出なかったら金ですからね。うん、 OK。 痛み、追い出されてしまったのですが、ミスってしまったのですが、運転手さん、完全にあれだね、ショートカットに行くつもりがはばかれましたね。チャーリニキユウスケさん4位で減るか。4位でユウスケさん、残念。クルーさん最下位。そしてすぐ8000終わりそうだな。最悪8000割ったらもう次こそワンタッチだ。今日はだってもうスタートが7900だし。埼玉新都心、埼玉西都心、新都心だ。俺言うてレート9600あるんだよな。というわけで、アイフロさんよろしくお願いします。ミラーか。結構レベルの高い部屋だな。レートが稼げるかと思いきや、一発のミスでじゃあねしまうからな。原点でいくか。今日はふざけてなくなったレート取り戻す。よし、結構可能性はありますからね、この部屋は。一攫千金にはなりそう。
これで無理だったらもうあれだ、例の冷凍ワンタッチしかねえのかな。最悪の場合取り戻せるっていう安心感はでかい。ハチドックスはね、適当にやってても冷凍増えるからいいけど、ムクはね、平均6位以下でマイナスだからね。そう考えると稼ぐには向いてないゲームだ、本当に。出発進行、ありがとうございます。すごいね、ゴリラばっかりでな。本当にこれは世界のラなのか。黒や原背番号50番、一石二鳥しちゃったな。あれ、映された。あ、危ない危ない、運転手さん。初っ端の選挙カー回収用紙。単純についてない。テント、チャリンキユウスキさん。あ、飛べよかったな。キノコ出るって知ってたら。あれ、またか。戦闘のあれが埼玉か。だんだん覚えたぞ。 OK、 種別確認快速。おお、なんか回してるじゃん。しょうがね、俺無謀だからマイクは全部避けてった。ラッキー、やっぱ無垢の赤コーラ仕事しないね。それかあれだな、青線と赤線って相性が良くねえのかな。青線が投げた赤コーラ赤線には当たらないとか、これありそうだな。じゃあ緑線のアイフラさんはどうなるって。 OK、 OK じゃねえわ、普通にラクトさんした。危ない危ない、おお、命拾い。黒や、ここで止まったってことは飛べってことか。さすがにキノコねえとな、野良部屋じゃ飛べねえな。そういうテクニックはあいにく持ち合わせてございません。君とはやめて。これ危ないね、どうしようかな、前行こうかな。なんか雲ゲームズやってんじゃん。お、俺じゃないね、俺じゃないなら。よし、まだこれ2周目か。黒谷さん、黒谷さん前方よし。第3の計測進行。先頭チャリンキユウスケさん1分59秒、時間照合2分29秒、手辞。何、ウィリーが率先、次からまさかウィリー固定されると思わなかったな。単純にタイミングが悪い。黒や、危ね、ウィリー崩しは罪です。まあ振らねえな、いや危ね、おお、いろいろ通過してった。さすが狙ってきてるか。中継進行、うひょー、どっち行こう。アイフラさん、ゴールはそこじゃない、まだ終わりじゃない。イカ略着戦して、各規定者5番、センキュー。いいでしょう、5だったら増えますね、この部屋なら。あれ、これフルメンバーだよな、今更だけど。またやった、あ、増えた増えた、あ、だってあ、でも増えてる増えてる。チアリニキユウスケさん1円もございます。9000で増えるってなかなかだな。やっぱ埼玉が2位に入ってるね。アイフロさんが7、クロヤさん9か。ザコイから増えた、ザコイから増えた。え、でも言うてもうすぐ8000じゃないですか。7000後半から8000台だったら僕と一緒ですよ、十分じゃないですか。もうで、ごくまれに9000いくぐらい。ゲームのことそっちのけで、なんかくっちゃべりながらやってると気がついたら9000いってんすよ。さすがにレート9000いくと緊張するから、まあ、すぐにプレッシャーで9000割るっていうね、ルーティンがあります。150、原点まだ投げたけど当たってねえな。あんまりコースは連投してねえから、まんべんなく当たると思う、今日は。
数ヶ月前に急線行った後、切断連続2回でめっちゃ下がったことあるね。うわ、でもそれアイフラさんのせいじゃねえしな。そういうのが多いとさ、せっかくマジであれは金だろかね。今から Wii を起動したいと思います。お Wii 起動 RTA。 さあスカシに勝てるか。出発進化、ありがとうございます。スカシはワールドレコード持ってるからね。取られてしまったのですが、そう、どんなにさ頑張ってレート上げたとしてもさ、気がついたらなんかね、メンバーとの接続が切れましたとか言って平気で200とか減らしてくるからな。そういうことをされるともうなんかレートワンタッチしようって思うよな。頑張ってコツコツ稼いでもね、これじゃ意味ねえよって思うよ。危ないよ、空路だ。消えたプレイヤーというお話。うわ、空路や、危ねえ。あの人2連チャンで雲出してたな。 OK、 種別確認、快速、ちょい近道するか。ちょい下手くそだった、やべ、俺狙いか。ただいま赤コーラと並走できませんでした。残念。普通に並走したかと思ったら自分の方にいきなり進路を変えてきました。依然進路です、良くないですね。先頭埼玉、2位が誰だ、プレイヤー違うな、アイフロさん2位か今。こんばんは、いけいけやっちまえ。お、59番さんいらっしゃいませ。どうもどうも、中継進行。さすがに先頭集団には追いつかねえな。次で加速アイテムが引ければ。黒や、避けられませんでした。 OK、回線落とした。まだましだ。いい。あんまり今日回線良くないのかな。合流確認よ。あ、待った。軍ボイ了解です。いらっしゃいませ。どうもどうも。クーロや。3人落ちたぜ今。違うな、ラグか。俺だけでした。Wiiを起動するついでにクトグプも起動しました。ありがとうございます。おそらくね、クトグプが控えてるんで。何時にしようかね、11時ぐらいになったんでしょうか。なんか申し訳ないですけど、スタート遅かったにもかかわらず本週早番なんで、今日は12時までには釣りを含めて終わっちゃいます。でそうだ、釣りクマに関してなんだけどさ、10月に入ったんで、流れだともう新シーズンになるんですよね。なのでこっから、てか今日からあれが変わります。またシーズン3か。レートの計算方法どうしましょうかね。正直何も考えてなかったんですけど、今まで通りでいいかなと思うんだけど。アイフロさんすげえな、おめでとうございます。僕は減りました。クロさんは9位、チャリニキュウスケさん言ったそばから回線落ちか。前回のチャラすげえ。いや、チャラにはならないです。チャラにはならないですけど、前回と同様でいいかも、うん、そうっすよね、昨シーズンと同じぐらいでいいかなって思っちゃいます。それでいこう。まあその代わりね、今まで全くやってなかった人がいきなり1位とかになるかもしれないですけど、まずあれなんだよな、ユーカーさんをなんとかして説得しないといけないんだよな。とりあえずそう、シーズン2、まあ1、2ともにユーカーさんであったんだけど、実はそう、寒い、電車の中では静かにしなさい。もうなんか今日静岡の 200cc 乗ったらさ、いかんせんなんか東日本の車と比べてクーラーがうるせんだわあれ。お
もう秋ってか今日寒いじゃん。そういうことだ。また今日秋っつうかさ、もう寒いじゃん。寒いにもかかわらずなんかクーラーかなんか送風か回しっぱなしになっててさ、屋根上からブオーって音がしてるからさ、録音をしに行ったのにさ全く意味なかったんだよね。正直ショックだった。はい、よし、黒やいいんじゃね。ナイス。ちょっと遠すぎるね、肩が良すぎました。おっと、選挙カーはこういう風に使うんです。うまい。いいかい、おぶろ。埼玉止まるか、止まらねえか。さっせん、次からこういう場合はね、まだ前逃げでいいや。余計なことをしようとか考えない。入れ替え、点灯、進路、R の1番。うん、この際も何もしなくていいや。あ、合流よし。入りました、了解です。よろしくお願いします。しばらくじゃあこの部屋で走りましょう。黒田原背番号64番ミスってしまったのですが、気づくのが遅かった。第三閉塞進行。危ない危ない、おぶね。今のアイテム使っといてよかったわ。まだ入れ替え、点灯、進路、あると一番。あ、これ回避ってことでいいのか。ありがとうございます。XB です。どうだろう、ガンボはこれだよね。今後ろから来てる手が抜かしたのか。うん、なんかとっくに抜かされた気がする。アイフロさん、またしても1位ですか。やたらなんかこれこの日は緑さん多いね。さすがです、1万とございます。本当だ、 GC コンのガンボ若干なんかミーが違う。8000リーチですね。若干減りました僕。ブロイさんが8。すごいねこれ。作った。ああ、そういうことか。タイミングちょうどだった。なるほど。僕も回避したっちゃ回避したんですけど、残念ながらアイフロキラーに若干でされてしまいまして。白線の人を一番見ることが少ない。だって白線ってなんかいろいろいじくんないとダメだよね。ブラコンのも作った。お、マジっすか。そうか、ガンボクラコも持ってんのか。ちゃんとやろうと思えばできるわ、ね、黄色が一番少ないように感じる。いや、そうでもない。意外とね、世界ノラやってるとね、黄色線一人はいるんですよ。なんかこの部屋はいないね。というわけで二刀さん、よろしくお願いします。アトリミさんね、意外とねいるんだよ。なんか正直びっくりだな。エロなんとかバフ、そう、なんでだっけね。最近自分一人じゃ潜らないからな。あー、世界ノラやってて、なんか忘れた頃にね、目の前に黄色線がいたりする。ミーハ昨日のままです。あお、全然 OK です。そういえば俺もあれを変えようと思ってて忘れてた。あの、なんだっけ、オーエンディングパート32、中山 ZOS なんだろう、ライトサイブオープン。うーん、どうしようかな。じゃあ、アイフロさんが今日調子いいんだよな。アイフロさん、ミトさんの二社服でいきましょうか。アイフロさん、ミトさん、ワンツー頼みますよ。どっちが1位でもいいですよ。黒や。てかマジで緑さん多いな今日。さっき一人青線がいましたね。お、一人作戦だな。あれは多分二度さんだ。黒や。ウィリー崩し犯罪定期。危ない。お、二度さんスタートした。第二閉鎖進行、中継進行。いよいよ時計行ったけど、先頭誰だ。あれ外人か。
ジェニです。温泉。黒や。キラ長いっすね。やっぱ。オーケー。1分4秒。時間勝負1分34秒。定時。意外にも2周目で振っちゃうか。そしたらもう大体3、おっと。3周目も若干余裕ができる、これは。黒や。オーケー。危ね。第3閉塞進行。あ、アイテム取らなかった。これ早くしないと次の3段振っちまうんだよな。 OK スター。なに、そもそもスターなんてなかった。発砲信号動作どこ行こうかな。えい、やべ、跳ね返っちゃったね今。制限解除。あ、いかん、これ持たねえな。井浦さん、なんちゅうとこ走っとんねん。俺が1位だ、それじゃ意味ないんだ。ごめん、2車服とか言っておきながら俺が1位取りました。すいませんでした。あ、違う。アイフロさん単勝じゃないですか。私の差で間に合わなかった。いや、最後間に合っちゃいましたね。キスしちゃったかね。嘘。いや、参りましたね。アイフロさん1位です、おめでとうございます。ニトさんが残念、ドカンとキスにより追いつけませんでしたね。いやでも惜しいは惜しい。純粋な台湾人いない説。多分いねえな。今のすげえな。ねえ、なかなか、まさかドカンの外でさ、えただいまキラーと並走しております。いやかっこいいですね。それと思わなかった。それはさすがにビックラポンだよね。そう、確かに純粋な台湾人。今のは保存しました。保存しました。後で切り取ろう。150。ただいまクトと聞いて。クットを23時ぐらいですかね。に行きたいと思います。いっすよ、行けたらで。僕も疲れちゃったんで、今日はなんか。いろいろありすぎて。どうしよう。とりあえずスキー場行くか。シーテージーペイ。今日運ゲーしすぎやな、僕。中山はね、運ゲーではない、あれは。これはね、純実力コースだと思ってます、僕は。結構ね、二刀さんみたいなさ、一回下がって。白見てる人実中ハックアニー、黒でちゃんケアで変えてる。うん、まあだって、みんなそうじゃねえ、日本人で変えてる人も。純粋に赤線で走ってんの俺ぐらいしかいねえんじゃねえの、多分。他みんな変えてるべ。いいと思うんだけどさ。あ、行きますよ、了解です。ルイージの楽しみは無限大です。こここそね、白派没要素だから通常では出せないですね。あ、通常出せないですよね。絵になんとかで変える必要がある。あれ、これ今マインだっけ。11人だと思ってた。マジか。最悪の場合作ります。誰かが抜けると信じてます。さあ、どうする、どうする、どうする。前出ちゃっていいのか。落とすか。黒や。オッケー。とりあえず誰かを落としてみよう。空から日本を見てみよう。中継し、黒や。これが青線だ。やっちまったぜ。よかった、これが1周目で。意外にもガンボが事故ってるな。珍しいな。中継進行。意外と近い。オッケー、中継進行。もうちょいいいアイテムが出る。近畿の。んー、まあ、そっちか。何もないよりはいい。ごめん。古さん多分踏んだかもしんない。踏んでねえな。第三閉塞進行。中継進行。これあれだな。回避アイテムが出ないから、適当に前走っとくか。下手したら踏んでかもしんねえしな。黒や原。振ったし。1分11秒、時間勝負1分41秒、手順。振るって知ってたら、ちょっとやりたいですね。っとやりたいっすね。まあ、やります、間違いなく。おっと、誰でやらかしてんのは。ゴール手前で何か争ってた。もったいねえな。ありがとうございます。です。
僕がリスナートップか。4位で、ルーさんが5、レミさん7、こっからマイナスか。ガンボが8、ニトさんが10、アイフラさん、崩してしまった11。1矢印に矢印10はかね。もったいねえ。1、2等になってんな。痛えな、類差で落とすってな。確かに一番実力は関係ないコースではありながらも。なんか申し訳ございません。ショートカゴの赤ありがとうございます。あー嫌なやつだそれ。ね、マイナスかねーうのもあれなのでハングオン諦めます。ハングオン、今までニトさんよくカートとかドリバイっていうイメージではないんですよね。 S お願いします。お、誰かお願いします。一応僕も言います。あんま信用ならねえけど、王女3人、バキは1人、トクスあれでしょ、あのクトってかもん。トクスってあれだ、コンビニのあれだよな、ローソンと何だっけ、ローソンとくっついてるやつ。これもよく知らないんだけど、北火山崖越え成功率3分の1。まあ相変わらずだよな。2番線ドアが閉まります。出発進行、センキュー、トス、センキュー、です、 S です。はい、多分キリマンさんなら入れる。入れました、了解です。多分そう、 S 以前にね、いろいろ参考にして入ってると思うから問題ないですよね。巨大か、おっと、誰か当たったけど見てなかったな。飛びます、黒や。あ、ミスったわ。またなんか、ちょっと足りなかった。口がやばい予感がしますね。口がやばい、出た出た。いつはもう別に問題発言だから。黒や、あれ当たった、オラーって、オラダメじゃない。運転手さん、警察呼んでいいですか。うるせえぞ、先まであんのか、こら。まずい、置いてかれてしまった。どけどけ。どけどけって。久々にね、今日ね、ツイッターのタイムラインでさ、なんだっけ。いやしなよ。もう味で売ってんのが流れてきて、なんか懐かしさを感じました。あれ、1年前だよな、もう。そんぐらい離れ、なんだこのキノコ。飛べってことか。制限解除、多分そういうことだよな。ごめん、ガンボ跳ねたかもしんない。次からは気をつけます。第三閉塞進行、ごめん、前に返してもらいます。中継進行、意外と先頭集団近いな。あ、ダメだ、キノコではありませんでした。役に立たないアイテムは使いません。通話しますか。あ、どっちもですよ。もうなんか今日俺も何言ってるのかよく分かんないかもしれないけど、今出たしキノコ遅いよ。2分9秒、時間照合2分39秒、手順どんだけ、どんどんね。じゃあやりましょう。じゃあやりましょう、了解です。黒や、飛ばなくていいんです。6番、ちょいもったいないな、これ。ちょっと待ってね。お通話が。あった。どうもどうも、黒さん。こんばんは、感動いかがでしょうか。良好でございます。良好でございます。こちらも良好です。どうもどうも。どうもどうも、アイフロさん、お久しぶりです。感動いかがでしょうか。どうも、旅行です。どうも、こちらも旅行です。わりかし調子いい方だったのに類差で崩してしまった。本当にもったいない。あれ、ショートカットしたら赤2個飛んできたんですよ。2個無垢の赤コーラ、バカのはずなんですけどね。3位の人が、うん、偶然
が2位になっちゃったから、ああ上がっちゃったからそれで当てられちゃったんですよ、3位。怒っていいな、それは。あれは金です。せっかくいい調子だったのにな。サンダー打ったの僕ですから、ね、しかマジか。サンダー打ってあれか、キノコで長いったのか。やべえ、もったいねえ。せっかくサンダー打って上がったのにもったいなすぎだ。もったいないな。サンダー打った後のアイテムがスターだったからあんまり強くなかったし。あー、決まったらお通話行きましょう。あ、了解っす。あ、どうもどうも、キリマさん、風いかがでしょうか。え、最悪です。え、でって、じゃあ、待て。飲酒運転不可避ですね。飲酒運転ですよ、飲酒運転。今日も京都で飲んだんですか。警察呼んでいいですか。運転手さん、警察呼んでいいですか。今日絶対調子悪いわ、なんか。まあ、でしょうね。カンストからスタートですよ。まあ。9999だったな。なぜそのアカウントを選んだんですか。いや、だって今日たまたまのあのやったらカウントしたんですよ。たまたまやったらカウントしたのか、いいな。カウントダウンやったらたまたまカウントしたんですよ。出た CD でカウント。いや、 CD ですね。あ、 CD か、なんだ。すごいよな、あんな心拍数ゲームで。いや、スプラトゥーンよりは全然マシですよ、あんな心拍数。いや、どんだけひどいんだよ、じゃあスプラトゥーンが。お師匠やってるんだ、そういうの。マジで。てか、正直言うと、通常の方が心拍数やばいっす。これ？はい。いや、いつもか。これ、運ゲーじゃないですか、これ。まあ。戦闘が。まあ、そんなもんっすよ。フトとかはね、確かにコースを覚えちゃえば強いかもしれないけど、通常は確かにな、そう、みんなコースを覚えてるから運ゲーだな。 PT はなんか運ゲーがあんまないんですよ。あー、え、じゃあスプラトゥーンはどうなんですか。覚えたら勝ちみたいな感じなの。スプラトゥーンとかって覚えるもんあるんですか。 なんかないっすね。ないっす。え、じゃあ普通に戦うだけ。あぶね。邪魔ー、こいつ、クソ外人。クソ外人。チャリニキ。チャリニキ、あれ、ユースケさん。どけー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 どまだ国土交通省ではない。てか、これ3周目じゃねえか。圧倒的赤字。これ、マイナスされるかな。え、ないんすか。はい。3だったらセーフじゃないですかね。あ、減ったし、減ったし。キリマさん、3位でマイナスか。アイフロさん、5位でプラスですね。ざけんなな。ミドリ戦、押しやばいな。誰が1位でぶっ飛ばすぞ。ぶっ飛ばすぞ。てめえ、ぶっ飛ばすぞ、こら。案の定、まあ、ミドリ戦なんだよな。緑線ってやっぱ6年もないやつしかいないっすね。いやいやいや、アイフロさん6のやつですよ。6のやつですか。外人はね、とんでもないプレイをする人がいるから。もう緑線イコールとんでもないやつやから。偏見150。こうしてまたキリマンさんのまたカンストチャレンジが始まった。もういいですよ。いや、できればね、リツイートでカウントしてほしい。いや、僕昨日リツイートでカウントしましたよ。あ、マジっすか。はい、コバさんの配信で。おお、あ、そうか、昨日やってたのか。維持結構してましたよ、僕。2、3レースほど維持してましたよ、僕。カウントは？まあ、レートが高かったっていうのもありますか。ああ、そういうことか。ただ部屋で。まあ、ちょっと一人は置いといて。何があった。一人はカンストしとったけどね、もう一人は。ほう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 。まあ、この中にいるツノバメンバーの人なんですけどね。あれ、まさか。わかった。まあ、誰とは言わないですけど。ワンタッチした人だな、出発進行。あ、よし。いや、そう、あれ、ほんといつもお世話になってますよ、もう。いや、あれ、マジで助かっとるからな、言っとくから。うん。
クルーさんのおかげでカウントダウンでも結構助かっとんで、助かっとんかやっぱナビー平均レートを上げることに成功しました。うん、あの言っとくけどめっちゃ喜んどんで、クルーさんのおかげで結構ね、そう平均レート上がってるよ。今日はカンストレクトルやったーってひと手間加えるけど、そうですね、必ずありがたいって助かっとるよ、ね、助かる人はいるもんね。いいと思いますよ。やっぱ今日調子悪いっすわまだ早い、まだ2レースだもん。だんだん引きました。なに、いつでもどうぞ。もうダメだ、引きたいタイミングで。あんまりもうすぐアイテムなんで、この順位だともう回避できねえからな。いつでもいいっすよ。クルヤ59秒、時間勝負1分29秒停止でしょう。怖い、後ろから怖すぎる。後ろからでかいやつ、でかいやつ飛んでくる。私今5位で今キラほじってますね。おお、次のサンダーまで安泰っすね。あさっせ、あさっせ当たっちゃった危ね、なんか怖かったわ。どこにいるんだみんな今。種別かけ、あー選挙か。つまり選挙カーしながら回すってどういうことやねん。おい、2位のやつも緑せえねえかよ、このハゲ。本当だ、このハゲ。ハゲのやつ。で違うだろ。その緑せんのハゲのやつも緑せんじゃねえか。え、今何人、何位いるんですか。私ですか。うん。1位ですよ。わお。レートに見合った走り。はい、ゴミー。はい、ゴミー。おい、このハゲに1位取らすとかどういうことや、どういう神経しとんのじゃお前ら。いや、もう一発トゲ行くべ。何か。おい、このハゲに1位を取らす権利はないぞ。黒や、うん、トゲ行かないね。あ、でも1位だった。え、譲った。いや、なんか2位のあのハゲのやつがなんかグダっとった。あ、そういうことかこうしてまたキーマンさんのカンストチャレンジは成功ということで。カンストウウアイテム読め、さすがです。で、ニトさんの逆カンストチャレンジがやばいぞ。レミさん3位で、3位で6位プラス。いつも助かってます、誰とは言わないけど。ししたそうそうそう、キーマンさん再度カンスト、おめでとう。通常でカンスト、おめでとうございます。そう、通常でカンストですね。ある意味通常でカンストしましたよ。ねえ、多分これでね、ツイッターにその画像でカンストしましたって言っても騙せると思うよ。いや、多分ね、雑魚狩りでやるなとかなんか言われそうな気がするんですよ。え、今そういうこと言う人いるんですか。いますよ、いますよ。マジか。いますよ。昔からいる印象があるけど、なんか根っから腐ってる人がいるんですよね、僕のなんか友達。キリマンさんの囲いが過激なだけじゃないですか。まあ僕はもう慣れてるから。ああ、ならなら。まあその言っとる友達も結構もう長年の付き合いみたいな感じなんで。あ、ならまあ全然。多分知らない人が言ってきたらちょっと何こいつって思うけど。まあそうだよな。結構今の若い人ね、知らない人でも平気でいますからね。知らねえよ。知らないじゃない。ってなっちゃいますよね。なんでお前が正しいんだ、お前は。なんでお前がそうじゃん。結構ね。なんだよこのコースよ。金だろ金。金だろ金。なんだこのコースは。スキー場です。なんだこのスキー場は。消せよ。いや、ここ消さないで。僕の庭だから。出発進行。いや、ここは消してほしいな。8デラックスのやつやったらいいんですけどね。あ、そういうことか。どうせ8デラックス。これなんか8デラックスにしてほしいですよね、これ。8デラックス。これ消して8デラックスの。ああ。非常に。ならまあまだわかる気がする。ただ単に消されるだけでなんか理不尽だからさ。2回転倒。いや、なんか今日ね。はいはい。今日テクスチャーハックっていうか、なんかダウンロードしたんですよ。ああ、はいはい。で、それでもうなんか、またちょっとマリカのモチベが上がったっていう。ああ、やっぱりあれか。テクスチャー関係変えるとモチベ上がります。あとミュージックアクト変えたとこね、多分あモチベとか上がる。
あ、2位がヒカルさんや。俺だ。じゃあ譲りますよ。いやいやいや、ちょっと前走って。いや、ここはあの、はい、いや、やっぱあの電車でもやっぱ譲り合いが大事じゃないですか。どこでそれを学んだんすか。黒だ。確かにそうだけども、いやいや、なんか来た。あーてっちゃー、あってなんでヒカルさんは当たってないんや。いや、もうギリギリ避けた今。お客様トラブル。いや、僕のダメやってヒカルさん当たっとったでさ。え、ビデオ判定だよ。で、なんか急に移動しとったで、多分、あ、ラグないな。うん、お客様トラブルは2回するから俺。はっはい、まあ僕バリハレ、日本海吉田さん予測進行。おい、1位ハゲじゃねえか。また だ, まただ。え、埼玉の人じゃないか。埼玉ってアニメですか。あ、違う、そっちじゃない、あれ。黄色線で、黄色線じゃねえな、埼玉って言いましたよね。埼玉緑線です。あれ、失礼しました。てか、まさにそうじゃん、緑線の埼玉じゃん、今前にいるの。なんだよ、ゴミじゃねえかよ。あの、クソハゲが。クソハゲ埼玉市。このハゲ。まあ言うて1位なんだけどね、その埼玉の人。しょうがない。おい、このハゲ何1位取ってんだ。さっせん。追いつきませんでした。人間限界がある。え、これまたマイナスじゃね、俺また。え、ないですか。3位。3位だ。今度こそ大丈夫じゃね。マイナスはさすがに。このレートだったら多分大丈夫。マイナス。埼玉9000です。おー、よかったよかった。うん。ニトさん。ニトさん。どうなってんだ。やばいよ。ペティシは多分遊んでんだろ、ね。心臓の心拍数。え、嘘、ニトさん。なんやかんやで。キリマンさんと同じこと言ってるじゃないですか。おい、お前が心拍数上がっとったら俺もじゃあもう死んどるぞ。死ん俺カンストやぞ。俺カンストでやっとんのやぞ俺。そうだね、それはもう心停止だね。カンストプラス俺苦手な通常で走っとんのやで。よくやってると思うよ。心拍数200超えてるぞ俺多分。最近マジでレート上がらない。あー、レミさんそうだな、結構8000前半で固定だよな。150。もう早く今すぐあの CT やりたい気分だけども。まあ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 、まあ、人生長いから。いや、もうやばいっす、もう僕の心拍数が。やば、もう発作だよ。どんだけ僕をいじめるんですか、ヒカルさん。まあ僕 M なん、 M じゃないですね。しょうがないな。S ですか、ググコンか、かも。いやー、ヒカルさん、これはもう罰ゲームであのカウントダウンやるべき。なんで罰ゲームでカウントダウンって言っちゃうんだよ。まさか。なのか。見えてきます。あるかいです。ヒカルさんがカウントダウンやってほしいと思うんですけどね。いやいや、無理でしょう。ぶっ倒れちゃう俺。あのタミヤだってやってるんですよ。タミヤ先生だってテクニシャンじゃないですか、あの人は。テクニシャン。あの人は。僕そこまで、実力持ってないからね。いや、持ってますよ、ヒカルさん。いや、野良で走って8000が限界なんで、カウントダウンなんてやったらさ、落とされて、スカさん。僕なんてあれですよ、僕なんて通常なんて7000ぐらいで走れるんですよ。いやいやいや、カンストしたじゃないですか、今。まぐれ。まぐれ。やべ、選挙カーが付きまとってる。うわぁ。頭俺で映したの、ごめんなさい。黒や、やっちまった。やっちまったんですか。それはやっちまった、ごめん、次から気をつけようね。汚れちまった悲しみ。ガン。この黒だ。赤さん回してるね。おい、こら頑張ってめ、こら。おい、こら頑張ってめ、こら。おい、こら頑張ってめ、金だろお前。金だろお前。金だろお前。願望いブルーシックス。お。すげえな。C コンやからって許すわけにはいかないよ。じゃあクラコンだったら許す。え、クラコンだったら許す。え、許す。許す。やっぱ GC コンっていうのはハンデなのかな。GC コンやから許さない。許さない。で、また案の定、埼玉が1位だね。あ、ガンボ抜かした。埼玉落としたのかな。落としたのかな。え、僕サンダー持ってるんですよね、今。あー。あー。
いや、まだ音、まだ使わないですよ。埼玉落とすの。ああ。落とし埼玉。埼玉落としたいんですが。埼玉新都心。あー、ヒカルさん怖い。あ、後ろにおったんか。失礼しました。ワードをクリア。落ちたー。落としたー。落としたんですが、埼玉。エルゲッシュしましたか。どこ行かないで。ハゲー。ハゲー。ハゲー。押すな、押すな。あ、やばい。アイテム取り合った。終わった。終わった。あ、トゲ行った。今度はガンボか。トゲー。トゲー。あ、痛い。痛み大阪。やめてね、やめてね。あれ、これガンボ落とされてるの。あり。クソだとしてる。クソ。らしくないな。いや、あの、これはもう、黒田原。あぶね。おい、もうなんだよ、それ。プレイヤー君。やってんな。あー、もうやってんな、それは。やってるって。これチャリにキユウスケさんで言えば、おーっと、ラクタさん回避。すごい回避。アイフラさん。すげえな。おっと、クレさん。回避したけど、死んじゃった。死んじゃったな。汚れちまった。汚れちまった。おーっと、トーゲ。あー、これまたマイナスだな。誰だって今。マイナスだわ。今回はマイナスだな。これマイナスだわ。絶対マイナスだわ。絶対マイナス。あー、まあ56か。うせや、俺あのハゲにかまけたんかよ。ギリギリ負けてる。ハゲ勝ったやん。ギリギリ負けてる。いやいや、勝ったやん。ふざけんなよ。ふざけんじゃねえよ、お前。アイフロさん、とりあえず2位だね。増えましたね。おい、なんだよ。ハゲに勝ったやねえかよ。ボーイ。かまだろ、どうなってんだ、このゲーム。あー、申し訳ねえ。申し訳ない。このゲーム頭悪い。ゲームが頭悪いな、致命的。150。あ、もうこのゲーム頭悪い。大大学部は頭悪くないか。このハゲは頭悪い。アイフロさん、カズちゃんといい勝負っすね。結構。うん、だいぶ極めたやつ。ちょっと64、あー、64。悪くないか、東大通も。宴会場選びますね。あ、いいっすよ。ういうことだ。あれ、宴会場になってますよね、ロケットが。あ、そうですよ。もうなんか、もうなんか、ヒカルさんのコースがもう大体分かっていいだって。すごいね、覚えられるもんなんだ。俺が覚えてねえのに、あんまり。やるな。もうね、もうヒカルさんの配信ばっか見てますからね、ほとんど。いや、他に見るもいっぱいあるじゃないですか。いや、もうナイスナイスナイス。やばいっすよ、それは。ナイスナイスナイス。あんまり別にこの配信面白いわけじゃないと思うけどね。いや、面白いですよ。めっちゃ面白いですよ。そうすか。僕めっちゃ楽しみにしてますよ。なんか怖いな。だって僕今日、早く帰りたいと思ってました。なんでよ。お肉の方が大事じゃないの、出発進行。いや、お肉も大事だったんですけど、もう早く帰りたいなと思って。いや、なんか怖いな。いいのかな。いや、全然いいです。すげえ申し訳ないな。早く帰りたいモードしとったもん。そんなに僕このゲーム真面目にやってないんだけどね、なんか申し訳ないな。いや、全然いいっす。配信真面目じゃないですか。真面目なんすかね。真面目にやってきてたらよ。ねえ、アリザマークの一個一緒です。いやー、ビアー、ねえ、ビアーうまい。黒やビアーうまい。37秒、時間勝負1分7秒、即戦よし。あ、ひどくせに生意気な顔しやがって。やってよ。うわぁ、殺しやる。黒や。叩き殺してやる。最後に生意気な顔しやがって。あ、ひどくせに生意気な顔しやがってよ。叩き殺してやる。叩き殺してやる。あ、間に合わない。普通に終わったんだけど。普通に終わった。俺か。雲でも落とされた。落とし雲された。落とし雲。終わった。一人止まってるじゃねえか。ゴールすることは諦めた。あ、8000持った。おっと。88。おお、減るね。アイフロさん、最後ございます。8000ですね。さすがです。レミさんもプラス。ピリマンさん、やべえぞ。チャビンでふざけすぎたから。
あ、チャビンやったんすか。そう、前の歌詞の配信で。ああ、あの時か。あの時っすね。そういや、やったな。チャビンやってたら、負けまくって、死んだんすよ。キリマン、うるせえ、わらわら。キリマン、うるせえだって。ガンボから苦情が入りました。なるほどね。確かその時俺もチャビンやったよな。やってましたね。やったよな。結果レートが、うん、もうお亡くなりになりましたけど、ミラ。でもワンタッチはしなかったけど。そう、ギリギリ俺もワンタッチはしなかったこの回。自力で8000戻りました。タミナルさん方式で。え、なんすかタミナルさん方式。キノピコカメックでプレイフォービーチないっす。ああ、そういうことか。あの人はなぜあんな浜にこだわるんだろう。誰あれ、タミナル大先生。浜そう。いや、キノピコカメックって、なんとと、グリップ強いから、その分、平方ビーチで前張りができる。いや、やることが意味わかんねえわ。俺、正直あの人あんま好きじゃない。え、そうあ、レインボーロード。あー、これ、お師匠が好きなコースや。あー、出た、お師匠のカート全種類で飛んでみたコース。黒や、じゃあ、危ねー、はい、攻めた。最初飛ばされか飛ばされんかなって思う。うん、飛ばされた。もうそれで運ゲーやん。今週の運試し終わったわ、もう。あっさり落とされたよ。さっきのお化け沼のコースの運ゲーやったし。あ、お化けにはそうだな。あかんあかんお師匠がなんか、うん、ツイッターで、はい、このレインボーロードで、なんだっけ、全マシンで飛んだ、全マシンじゃない、全カートで飛んだってやつ、はい、唐突に、なんかツイートしてた、あの動画。マジか。よくわかってて、なんか唐突に、前からあったのに、うん、思い出したかのように。思い出したかのように。謎になんか、つぶやいてたから、一人だけいいねしてる自分だけ。よくわかんなかった。なんかトピックに上がったんですか、レインボー最近。いや、トピックなかったと思う。あれ？なんか上がったのかな。多分 YouTube 動画整理してたんで。ああ、そういうことか。いろいろ自分のチャンネル見て回ってた。ああ。で発見したのか。ああ。というのを想像したけど。それでたまたま見つけてしまったのか。全カートで飛んでみたを。なるほどね。でも2年とか前だった気がするけど。あれ、そんな前だっけ。おい、もう誰だよ、結構だったやつよ。当てて。ハイコーさんでした。適当さはやめてくれ、マジで。ちなみに俺より後ろだったからセーフ。落とされたんだな、誰かに。誰かに落とされた。ゴリラに落とされた。ゴリラ多すぎてわかんないけど誰か。ゴリラは立たない。ゴリラ多すぎるんだもんって。この世から消え失せるよ。ゴリラだし。この世から消え失せるよ。この世から消え失せる。もはや仮面ライダーだよな、それ。あれこれミラーだからダッシュ版のあれ逆じゃん。うん。青とこれだからカメックでレインボーロードは。リスペクトしてるわけじゃないのか。おお、やばい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 。やばい。おお。ただなんとなくカメック乗りたかった。カメック乗りたかった。やばい。落としてしまった。キラーが役に立たない。役に立たない。全然立たない。立たないな、立たないなってやってたよな。戦闘キリマンさんか。キノコの山やつ、そう。立たないな。よっしゃー。よっしゃー。これでまあ40は増えるでしょ。40とか。過去キラー。ああ。周囲の最後落とせたきついな。誰だ本当に。誰だ本当に。ゴリラ。自分かもしれないさっきの。なんか無意識に打ってた。多分。無意識に打ってた。おっと。なんか何も考えずに走ってたから。少しは考えてくれよ。少しは考えてくれ。お、これで9933リーチですね。これ次1位取ったらいけますね。いけますね。レミさん3位で、アフロさん5、
ガンボが7、ユースケさん11。金だったな。金でったな。ああ、もう心拍数が、怒り力。いいじゃん、1位なんだから。プレッシャー？プレッシャー。プレッシャー。ビリ取ったらどうしようっていう。ああ、やっぱそれは分からんでもないな、確かに。楽観的に行きましょう。楽観的に。俺これ実力で上げとるからさそうだなポチッと押してないから俺これすいませんでした。はい、ポチッと押したら俺もう適当にやっとるわさ、キャラもふざけて使っとるわさそうだな、押しは引き物だからごめんなさい本当。なんかいや私はね、ポチッと押したくない人だから。いい人だな、すげえ。もうねえ、いや僕ポチッと押してもいいんだけど、なんかそれはそれでなんか、うん、罪悪感っていうか、罪悪感だな、それはわかる。後ろめたいな。そう、後ろめたいな。それを平気でやっとる人はもう最強だと思う。ごめんなさい、おじさん引き物だから。うん、体質的に、体質的に、こんなゲーム適当にやってないんですよみたいな。俺やん。あー、しゃべらんて。ああ。あらら、これキノピコユリじゃね、カメック。いやカメックよりも多分オマルの方が走りやすい。いやもうカメックが強い、オマルより。おー、ワールドレコードのアイテムが取れる。ワールドレコード、まあ、サース戦次からグリップが強いしダートも強い。あー、野良でオマルで走ってる人見たもんねえけどな。ああ、日本のどこかに。わあわあわあ、ルドレコード戦闘。アイフラさんか、黒だ番号。もったいね、やられちまった。アバ寄せ、おお早いね、46秒、時間勝負1分16秒、純速戦よし。あれ、あちゃんもどこ行った？あ、後ろ。あちゃんもどこ行った？僕はもうキラーか。キラー終わりが、ちょっと悪くて、壁に引っかかってる。うん。ミスった。このコースよく引っかかるよな。あれ、ミスった。下手に投げるより、ポチッターが一番安定するわ、俺。ああ、それは分からんでもない、確かに。ミスった、危ね。見つけられない。このペンギンマジ金だろ。分かる。分かるよ。ペンギンって焼いて食うっていう概念あんのか。てか、ペンギン消してほしいな、ここ。ああ。世の中にはペンギン食う民族がいるらしい。ペンギンだけあるらしい。ペンギンあそこでいいやん。あそこのおるペンギンだけでいいやん。リアルにおるんか。この道におるペンギンいらへん。てか、なんでもう早溶けくんの？早すぎやろ。早すぎな。焦っていかけつけます。犯人が名乗り出た。はい。叩き殺してやる。そして叩き殺される。危ない、運転手さん。怖いな、ヒカルさん。え、俺何も持ってねえよ。危ない。中継進行。ええー、これかよ。キノコだと思った。おお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 おうわ、もう無理。何潰し合いしてんだよ。もう無理や、もうあかんわ。マイナス170確定や。170。あーあー、もうダメだ、もうあかん、無理。あーもうあかん、死ねる、もうあかん、死ねる。あー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 、もうあかん、無理無理。あーもうダメだ、もうあかん。あー譲る、譲る、ありがとうございます。あーもうダメだ。ゆうすけさん、最後になぜ譲った？ありがとうございます。それは金。あれ、切りますわ。申し訳ない、切りました、やばいぞ。ガンボ、お前マジでそれ金だろ。何があった？やば、241。これ半分ガンボのせいやな、これだ。何があった？え、資金投げちゃった。申し訳ないな。そうか、これが心拍数か。なるほどね、よくわかった、よくわかった。ああ、やる気失せた。すげえな、30分持たなかった。切りました。あー、ちょっと一瞬マジで、すかしごめんなさいなやつだった。すかしごめんなさい。あれはよく耐えたな。ああ
普段のキリマーさんだったらごめんなさいなってたんだ絶対。うん、多分少しごめんなさいなってしまったかもしれない。マジであれは。いやあ、ヘムヘムしていらっしゃいませ、どうも。少しごめんなさいなってたら僕も謝らなきゃね。させちゃったから。させちゃった。連帯責任かこれ。こんだけレート減ってもまだ俺一番上かよレート。え、だってもう次8000でしょ。9000もいないべ多分。いや9600いますよ。あり。あ、埼玉か。いやマフィアっていう人。ああ。なんか前回もいたな。これマフィアっていう人を運ゲーで潰さそう。ほう。すごいよな。これマフィアっていう人は通常と CT も両方うまいんですよね。へえ。プロかない。リッチハイウェイ。ムーンリゾートハイウェイ。ああ、リッチ。常磐道か。常磐道です。煽り運転。そう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 。あー、なんだろうな、これ、もうなんか。なんだろうな。もうなんかバカバカしくなってきたら、もう適当に走ろうもん。よし。で、また後日あれでしょ、クドで完走するんでしょ。いや、それはないっすね。もうなんかやる気失せました。やる気失せ。はいや。はいや。一周目中線中。もう多分完走無理っすわ。嘘。で、来週の週末にはまたクドで。うん、なんか完走してそうな気がする、俺の予想。黒や。いや、完走まではいかなくても。うん。せいぜい戻ってるっていうことはそうか。いや、戻っとるっていう完走やん。まあ。いや、戻るっていうか。だって俺、始めたのが完走です。あ、そっか。完走に開けたらず5桁いってそうだしな、黒やったら。制限解除。許されない。これ到底許されるべきではない。え、俺選挙カーじゃなくね。多分俺じゃねえ。いや、自分が。あ、そういうことか。あ、黒や。じゃあね。はい、せなくてどう。あれ、白ハンドル。ボム当てたつもりが。あ、ラグ。もう覚えた。ラグだったのか。あっせん、次から。うわ、もう早く次。おっと。黒や。これまたどうせトゲ来るんでしょ、これ。どうせトゲ来る。あれ、切りますよ、戦闘か、今。いや、さっきトゲ回避したけど、どうせまたすぐ来るんでしょ、知ってるのかね。どうせまたすぐ来るんで。まあ、このゲームやし来るだろうな、多分。後ろにはアイフロさんが控えてる。もういいよ。来いよ。もういいよ。乗るんだったら来いや。いや多分この流れ来ねえぞ。挟んだ来た。え、これ勝ったでしょ、キリマンさん。あ、勝ったわ。もうやってるってやってるって。いやー、241がでかい。でかいね、さっきの喋らんな。さすがにあれは上にいる自分がちょっと申し訳、自分が83か。これ83か。長い戦いだな。厳しいぞこれ。厳しいね。キリマさん1位でアイフロさんが2位。これ1位 2,3 回ぐらい取らんと戻らへんぞこれ。 2,3 回だけど、うん、 2,3 回ぐらい取らんと多分元に戻れへんわ。元には戻らねえな、今日カンストスタートだからな。これからの CT で何だろう。そうじゃん。クトワラワラあんじゃん。負けたわもん。いやでもクトワラワラって言ってもなんかマフィア来そうな感じするから、結局マフィアが1位取ってそうで怖いんだよね。いや見てねえだろこれ配信。いや多分見てますよ。嘘。多分コメントしてないだけっすよ。嘘。そんなつけちゃってるから。多分見てますよ。本当っすか。すげえな。前回の CT で飛んでやがって。あれそうだったっけ。よく覚えてんな。全然なんかリスナー以外見て、あ、宴会場来た。宴会場来たー。よっしゃー。いますか。このレースで終わり。そうだな、ちょうどいいな、終わるか。じゃあ通常は次からクトワラワラ。うん、次からクトワラ行きましょう。ありがとうございます。僕ね、心拍数が1回楽なんだよ、もう今。いやもう、首の皮一枚よし。
理解でと進路 G の3番近寄るな近寄ったらドンだぜ黒だもうオッケー麻痺をポコポコにするんだもうラグすぎだろラグいってそういうあれだなゆうすけさんのラグいって久々に聞いたな理解点と進路陣のさんバナナバナヤまたあれかビーンの家に雷落ちたのかあだから今さっき回線落ちたんだそういうこと他の配信見てるとすごい感じ落ちてるみたいな、うん、なんかすごい展開があじゃあ2の2でゴールした瞬間に回線落ちたやっぱじゃああれは B の家に雷落ちたんだまたあやべやってもうたやばいやってもうた向こうというゲームだけにイライラしてやってもうたさすがアイフロさん。ふわふわれた。たぶんアイフロさん教科書に載るわ。ああ日本のどこかに。黒や大船の三百と。全体になんか巨大に踏まれたすごい。巨大。壁にぶつかった瞬間に巨大使いなす。おお。体踏まれた。踏まれた。金すぎた。金すぎる。死にすぎた人生山あり谷あり上り坂下り坂下り坂まさかの坂もう多分俺いらねえな山あり谷ありえ何え今おかしくねおかしくねちょっと来たんだけどおかしくクルーさんのキラおかしかったぜ今クルーさんのキラおかしかったえマジであやべクルーさんもしかして不正に入手したビルドスか出た不正に入手したビルドスなんだそれクロ出演入手はしてません25年前そう25年前にこのゲームは存在していますそうだよなあれ64の方だよな広くないしかあれ無垢な話じゃねえ当たんのあれバナナあれキリマンさん3つ回してたよな今いや2つですあ2つか3分2つで当たんの、これでなんか左手首、痛い痛み大阪痛み黒や着戦して核生きてした廊下ヒカルさんに抜かされた最後何があったじゃあ当てたんやけどプレイヤーに当てたんやけどあプレイヤーに当てたのかプレイヤーに当てたけどヒカルさんに抜かされて、うん、結局意味なかったああ順位的には変わんないかああ100円おっと戻っててまたキリマンさん96もう抜ける。もうこんな部屋やってらんねえわ。やってらんねえって。さあ、いかがでしたでしょうか？出しました部屋。え？何何？どうなってんだ？部屋表。とりあえずしばらくはもうあれだから部屋作っちゃいましょうと思います。いや、なくて、あの、作んなくてもいいんじゃない？いける？ 6 人部屋と10人部屋あるけど。どうしようかな。分散したら嫌じゃないですか。ああ。うん。作ろうよ。ガラさん開いた方がいいんじゃない？うん、作ろうよ。行こうよ。キラに2回使ったら勝てんよな。勝てんよな。多分さっきのトゲゾーコーラが無理だったのか。跳ね返ってきたかな。跳ね返ってくるのか。ふとわらわら。なんか不名誉だからちょっと変えよう。不名誉。了解です。ちょっと光さんの耳にしてます。あ、ありがとうございます。なんか。なんかありがとうございます。あの自分僕このやつはヒカルさんの耳作ってない。あ全然いいですよそんな。あの個性大事なんで。ヒカルさんの耳あんま現れないですよね。うん皆さんの個性大事なんで。キリマンさんって言うんですかアイフロさん。矢印切れてる。矢印切れてるじゃん。どうしようかな。矢印切れてるの位置覚えたんで僕。さすがやば。マスターしましたね。何が？いや、なんだっけ。このフレンドルームのチャット欄。あ、そうそうそう。そうそうそう。本当だ、矢印切れてるだ。核規定者にしとこう。核規定者。
いろいろ種類ありますよね、確か。あ、そうそう。魔導黒谷背番号64番60っていう文字まで書いて、当て字にしたりがあったり。本当にね、すごいと思う、あれは。よくできてると思うよ。お、レミさん、よろしくお願いします。のところで、はいはい。一応、あの、飲み会配信のために、ミー作って。おお。お披露目違う。披露しました。おお。披露というか、あれ、なんて言うんだろう。合流しただけだけど。ああ。もう合流イコールヒロみたいなもんですからね。もう来た、クルさん。いや、違う。じゃあ、6人ですね。NI です。はい、では、使わないようにお願いいたします。NI。NI ですね。僕一番気をつけなきゃ。一番気をつけなきゃ。じゃあ、いきます。5、4、3、2、1、0。キノコピークスで。です。あ、待てよ、今日キリマンさんいるのか。じゃあ30秒で終わりですか。やべえな、そう。30秒ルールで切られるよ、これやべえ。なんで僕が言った感じで30秒ルール。だって、あの、お星様のコースなくなった以上も、キリマンさんのお箱といえば、マッシュルームピークスだけでは。だけではねえな。あら、ペティション入ろうとしたんや。あれ、マジっすか。ごめんなさい。ごめんなさい、初めてました。マッシュルームピークス。いや、僕はもうラッシュシティランで行きますわ。はい、そうそう。いや、まあいいけど、あそこは。もうどこでもいいっすよ、コースは。なんでみんなピークスな。やめてくれ。まあ、そういうゲームやからな。やめてくれ。スカッシュガーデンじゃねえな、多分本気は違うな。うわー。おう、マーションピークス。やめてくれ。ピークス走らなくて済むかもしれないから。嫌いやね。一応でも二度さんピークス早いじゃないですか。2番線よし、ちょっと。食べてくれ、ここのコースは。一本集中。差別引きピークスってことで。うん、俺も覚えてねえんだ、あれ長すぎて。それか白飛びモニター差別引き。そうそうそう。下手したらスタバの新作より長えぞ。名前で言うと。クールだ。あー、ミスった。泣いてて。早くね。終わった。マジっすか。上達することがあってもゴミになることってあります？最初のところで盗むのは久々だな。ダメさ、やばい。部品コーナーか、まだ盗むなんだ。おー、黒や。ここまで行けばよし。レミさん強くね。これは、ダイリアのところじゃありません。てか、バナナも置いてあったと。レミさん、早くね？すごくね、右から行ったのが。絶対キルポ使ったっしょ。てか、もうアイテム使ってる人いましたよ。あれ？あ、やべ。選挙が出た。いや、もうなんかもう、あ、誰かなんかアイテム使ってたね。あり？あれ？じゃあいいっすよ、ま。僕見ましたよ、ちゃんと。あ、またミスった。選挙が出た。あ、落としてない。てない。私は見ましたよ。お、やったし。ああ、3回目やった。銀行後ろが危ね。アイテムを使ってるとこ私は見ましたよ。まさか覚えなんだよ。危ね。戦闘今レミさんか。部屋の最初からやると覚えてね。続きでやると覚えらんないね。ああ、ダメだね。ダメだね。あぶね。おぶね。またレミさん右から行くのか。一週間前覚えたのか。いやいや。やばいやばい、落としたしてしまったんですか。いや、入った時はできた。あら。あ、落としてる。すげえな、レミさん。レミさん落とした。レミさん落とした。落とした。落ちたんじゃなくて。あ、そうそう、落ちた。落としたっていうとなんか故意的に。もうまたアイテム使ったのかとか。故意ではない。なんか落ちてるところを目撃。
人いたよ。ああ。僕以外にもいたよな。いやめっちゃ俺キンキラほじっとるけどめっちゃ使いてえよ。キンキラほじってんのがいいな、畜生。キラ持ってんのに。キラ持ってんの。いやマジか。戦闘がユウスケさんか。ちょ待て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 、なんだよそれ。待て待て待て。当てって。あじゃあ、あめ。はい、戦闘。結局そんな打ち方が初めてしたね。ハッシュタグ NI で選挙か。もう最初雲出た時点でもうダメだわ。ダメだわ。あれは金だわ。金ですって思ったけどやべえな。もうこの差開いたらいよいよつけねえ。やべえな。これ半周いってんじゃないか。何ぐらい。まだあと一周あるんだよな。すげえなこれ。追いつけるかな。300頭だった今みたいに。300、ああタイムが。タイムがちょうど300頭になった。なんて延期。3分超えてる時点で。危ねえ。おお。マジか、一発で行きやがったか、畜生。必然的に俺も一発で行かねえとまずいな。めったにこれ。おお。黒や。最後の手前のとこで。あ、やばい、頑張れ。あ、羽みたいな回線、まさか。これまずいですよ。やばいやばい、まずいまずい。トゲで、トゲだけでまあ打たないけど。打たないけど。トゲ使ったらダメですよ。それはだって。でも別にですけどね、僕今金キラほじってるんで。ああ、でもタイミングによっては金じゃね。まあタイミング的にも多分あのレミが多分行くと思うけど。ああ、でももう間に合わねえよこれ。はい、ゴールしました。4分13秒。時間勝負4分30。いや、4分12ですね。12？4分12で時間勝負4分42、あと20秒。いけ急げ。せっかく記録持ってんね。ミスってない。オッケー、早いよ。頑張れ。4分42だよな。頑張れ。あと10秒。頑張れ。いけ急げ。頑張れ。いけこれ間に合うぞ。無理だ、あと2秒。いけ頑張れ。いけ来た。ゴール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 来た。黒や正番号60番。あ、全然いいですよ。ゴールした、ギリギリ。ありがとうございます。キリッと1番でございます。マジか。レミさん2位で、アイロさん3位、ユースケさん4位、クルーさん残念。6。今のこれゴールしたってことでいいですよね。あの、時間では切られたけど、ゴールテープは切ったんで。いや、30秒ルール。いいなぁ、いいなぁ、俺真面目にやってる。鉄筋行くとでもしないものだと思ってました。あ、でも行くくらい取っちゃうんですよね。いや、まい、あしょうがないな、これコースが悪い。緑のとこ越えたら大体行けるんですけど、あピック下に入れてれば行けるから。あその手前が乗るとよくわかんない。確かにあれなんか倍時と倍によって変わるしなぁ。スティック一緒に行ってればいいって言ったから、うん、言ったけど、なんか行けなかった。あー、確かに基本的には下スティックで行けるはずなんだよな。5年前はノーミスで行けたのにな、最初と。やっぱ今日調子が悪いのか、どうなんだこれは。ダークマターフォートダーク、ん？ダークマター？ダークマター、リツイートは調子良かったんだけどな、リツイートは。あクトはいつも調子悪いか、クト弱いからな、自分にわかだから。まあまあまあ、僕もにわかうわ、ここかよ。どうもどうも、泉コロナさん、いらっしゃいませ。なんだっけ、これダークマターなんとかかな。うわ、金コースだ。ごめんなさい、しそう。スカさん、ごめんなさい。あれ、これギャラクシーのコース、マリエ、あ、やっぱそうか。てやって、え、これもアイテム使っていいですか。デレデレレ、あ、いいですよ、使って。黒や、あれこれやっぱ違った、こっちじゃねえ。ギャラクシーエクスペリア、コースが分かんねえな。ああこれは何で、うん、ウェイ、危ない。おお、危ない。弾かれて落ちる。黒だ、ハラセマンゴー高速進行。早っ、キラもうおしまいか。
どこに住んだ。自分で選んだ人選び方わかんないから。もう全然進路がわかんないこれ。グッパダークマタープラント。ダークマターか。そうだそうだ。やっぱこれど真ん中落ちないんだな、それが出ない出ないんだな、それが危ね、出ない出ない出ないさすが出ないんですね、これ水を得た魚すぎるぞ。出た出た、あ、選挙か、ついついにやってしまった。当ててごめん、それあれでは無垢というゲームだけに依頼してやっちゃったんだよ。出たじゃなくて。やべえ。やべえ。やべえ。忍べ。さすが。覚えちゃったからな。強すぎるかな。ねえ。確かに俺何回も言ってたな。誰かがやべとか補足たびに。スターが怖すぎ。スターが怖すぎ。黒だ。なんかサインだったんだけど、やばって。キリマンさん1位か。やばいな。イエス。やばい、落とした。普通に美味しい思いさせてるし。あ、だ、追いつけねえな。届くわけない。てか俺最下位じゃねえ。真面目に走ってるのに。あ、ビンカード。ビンカード。ここビンカードですね。ビンカードってなんですか。ビンコード。あ、そういうことか。2回目出た。え、ビンのカード。あ、カードか。落とされたんですが。ビンカード、カードって聞こえたからさ。なんかそのなんてモンスドローモンスターカードみたいなああいうくだりかと思って。ビンカードっていうから。ああ、出て死に落とされたんですが。え、どうかしましたか。今日。エテシに落とされたんですが、これは狙われたんですかね。いや、味方同士で狙うの。最後抜かしてた。おお、アイフロさん一応とうございます。キマンさんが2位でユウスケさんが3、ここまでプラスか。レミさん4。味方同士で争わないでください。てか今日自分アカウント変えるの忘れてたけど、まあいいかも。あれいつもアカウント変えてんでしたっけ。アクトはアクトのアカウント使ってるんですよ。あ、マジですか。とは大体負けちゃうから。おお、あー、もうまた強い人来たよ。強い人。あれこれ64のスタッフゴーストにあった名前だよな、これ。私は覚えています。エテシュは次から気をつけようで。何があった。戦闘集団での争いで。リボンロード、グバリボンロード。ベビーパーク15周。ピークさんも走った。おお、来た。出席番号24番。国土交通省。ビークエクスプレスシティ。まさかキリマンさんの口から聞けるとは思わなかったわ。ビークメイクシティ。マジレスすると、そもそも俺部屋にいないです、はい、あ、部屋にいないのか。失礼しました、ごめんなさい。てっきり走ってるものだと思ってた。じゃあ、あの7000の人、芝居いたろか。7000の人、誰だっけ。なんか、黒人の人なんやけど。あ、いるね、一人。あいつに押されたんです。あいつに落とさ、お父さんされたんですが。お父さん。お父さん。めっちゃ引いた。黒や。今のボムで3人、ちょっと引いた。お、一石三鳥。警戒確認。あれはね、避けらんないよ。避けらんない。まあ、僕ね。あれ誰も飛ばねえのか。何人かトライするけど結局落ちるんだよな。私は知っています。これは無理ですね。はいはい、おやすみなさい。あ、はい、よかった。なんか今日ムフィと Wi-Fi に嫌われたので、もう感染します。おい、何やってんだよ。ねえ、何やってんの。ねえ、何やってんの。何やってんの。ねえ、何やってんの。金だろ普通に。黒だ。あー、踏切がいちゃったよ。踏切がいちゃったよ。キノコシティ懐かしい。キノコシティ。いや、落としちゃった。すり抜けた。ちょっと、今の保存だな。すり抜けた。まあ、
また新しいことをしてしまった私は。ちっちゃいことやけん。ウテさん、何してんだよ。はい、殺しよ。スケーシ。どうも、こんばんは、いらっしゃいませ。通過できてる。ダメじゃんかな。電車と電車の間だったら確か反転ないから行けるんだろ。マジで？連結器っていう概念は。ないらしい。なんだよそれ。列車分離は重大インシデントでは。黒や。それこそ国交省落とし前。ですね。普通に落とし前ですよ。国交省強すぎて。お。選挙か。ああ。おお、すげえな。あの9000の人なんて攻撃的な走りだ。雲を自らもらって走りに行ったよな。すげえな。黒だ。入射角ミスったな。注意確認。ここで誰かが抜かしに来ねえな。最後の打開高い黒だ。やべえ、ハウカキ。お、これはビッグマック初めて1位か。黒やっすよ。なんか配信見るの2回目の気分。確かにさっきのはあくまで序章に過ぎない。ごめんなさい、あれ退屈だったら別に抜けてもらっても構わないんで。アイフロさん2で、キリマさん3、ユウスケさんが6、減るね。ユウさん7、レミさんコラ推し8、キリマさん3でマイナスか。なんかごめんなさい、はい、きっと怒ってんだろうな、多分きっと怒ってんだろうな。分かってますね。分かってますね。でもヒカルさんに対して怒ってますよ。なんであれ、そう、ダイパンは感情表現ですよ。いや、ダイパンどうしよっかな。どうしようかな。あまりにもやばかったらやるかも。あれですよ、もう感情表現です。怒った。さっきも怒った。セカゼ、セカゼ怒ってないよ。見てんじゃないの。すごいね、こんな別に面白いか面白くないかで言ったら面白くないのにな。怒った。怒ってないよ。怒ってないよ。怒ったボブデピピック。怒ったファイヤーキャッスル。メンテイって人世界の良の時もいたよね。アホや。ありだっけ。陰キャ。陰キャ。陰キャ。略して陰キャ。頑張れ。よって B は陰キャ。B 陰キャ。いや、もう B は陰キャで。だってこれ作ったビーズ。じゃあいいや、陰キャだ。明らかになんかもう。そんなクソな角のコースで作るの B しかいないし。確かに。キャッスル系から何も学んでないっすね。あれ、バカだ。バカだから。黒や、落としたしてしまった。テイクやろうとしたら、ミスってしまった。カーブしか作れない。カクカクなカーブしか作れない B だからしょうがない。省略。あ、了解です。お待ちしております。顔出し配信するインケ。そうだな、ビンに関してはね。頑張れ、ありがとうございます。2009年あたりだったはいはい、それでもやばい。うん、危ない。おお、選挙カー無理やり消しやがった。危ない、クーローだ。ハラセマンゴルグでもメンティー、メンティーやってるって。次はど真ん中か。そろそろアイテムの交換がしたいな。こういうの3-0。ああ、これはナイスさんだ。マジで。僕としてはナイスさんあるけど間に合うかな。残り40。まさかフルバージョン見てんのか。しかし、すげえな。23時代に。落とした。落としちゃいました。人殺し。それ違くね。いい
もうそれはただのあれだよな。どうした？ね、高齢の女性ですよ。ああ、ね、トゲか。ばあさんいじめんな。もう俺今日どんだけトゲ受け取んのやねん。もう俺トゲお腹いっぱいやねマジで。おかわり。ああ、うち。戦闘でもキルマンさんか。トゲ切れそうやマジで。トゲで切れそうや。トゲで切れそう。2分20秒。時間消耗2分50秒。デジ。トゲで切れるキルマンさん。ウォウ。ウォウ。第三閉塞進行。運転再開は難しいです。打ち切り？打ち切りました。打ち切りました。回転切ってないけど。頑張れ。そういう時はね、キラーを使うんだ。キラー。キラーがないんですよ。アイテムがそもそもない。アイテムがそもそもないんだ。アイテムボックスが少なすぎる。わかる。どうしよう。確かにな。あ、パンダ出ちゃったしな。黒や2分56秒。時間照合1分じゃねえ。3分26秒停止。トゲ出しすぎじゃねえ。それはわかる。アイテムボックスの数は少ないんだ。少ない。おお、レミさん。次から気をつけます。次からは気をつけようね。なんか荒れてる。荒れてる。来た。誰もいない。早い。早川根深はなんとかなんとか。よし、黒だ。停止確認。次からは気をつけようね、ヒカルマニア。おっと、五六歳以来、黒や。あれ、すり抜けた、青線。どう飛んだんねん。よっしゃー。よっしゃー、1位か。ただラグかっただけでした、青線が。着戦して、確撃でした、4番。メンテに負けた。メンティ。メンテって、さっきの世界のやつだった。ああ。5000台になっちゃったけどな。なんか川柳みたいで笑い。次から気をつけるね。戦略か。あーまあ。ありよりのよりありですね。キリマンさん、一応と思います。無理やりそれにこじつけようとすれば、まあ、できないでもない。ヒカルマニア。ヒカルマニア。ヒカルマニア。うん。もう、完全に発足してるな、これ。商標登録ですね。商標登録する？誰も使う人いないから。うん。微妙なクソコ、スカシマニア。スカシマニア。すげえな。スカマニアじゃなくてスカシマニアなのか。もはや名前が変わってしまってるよな。スカシマニア。ねえ。変わっちゃってるよな。もはやもう最初の。え？誰だか。コメント見たら。コメント？トレッキング終わったら。あ、これスカシ。あ、スカシか。うん。攻略金見てんのスカシ。うん。あの1時間10分バージョンだっけ？確かになんでスカシマニアなんだ。いや、3時間超えてた。あ、兄は。弟が。今40分ぐらい。40分？兄が3時間20分だったら。多分それぐらいないんで。フルで見たらこれ。手書きの第一曲は、うん。なんだ、20分、30分はあるから。いいね。前張りませんでした。なんだっけ。省略金の神に。ああ、なんか。金属の。あったな。最高の近場に書いて。そういや、あったな。30何時間とかで。あんなによく再生できるの。トゲいった。はいや。トゲいった。そもそも今1位誰だよ。1位は外人か。黒だ。あぶね。困ります、お客さんが。困ります、お客様困ります。選挙か。いいと思います。いざ、アライビングアットラックマン。トラックマン。なんかもう片言英語だよそれ。
たまにそういう車掌いるけどさ。高速進行制限145、ここ一番めんどくさいから。おじさん、引き込むからね。うん。よーし。曲がりきれません。曲がりきれ。楽だね。もう。もう。どんだけトゲくんねん、俺が言ってた瞬間によ。またか。壁落ちた。ふざけんじゃねえよ、マジで。マジで。なんか来た。選挙カーしたよ。過去形だよ。楽しかったよ。楽しかった選挙カー。最低最悪。省略金が来たからもういいや。ほら、トゲ来い、トゲ。少し飽きてしまった。省略金飽きた。おい、トゲ、トゲ。トゲ、こっか、こら。あれは飽きるもんじゃない。あ、飽きる。やめミスった。絶対に最後まで見通さないと気がしまう。だって運転手さん見たら最後まで見たくない。だそうです。先ほどだと思ってるから。ああ、こっちか。どうしても迷っちゃうんだよな。しべ迷うことはよくない。人は違うな。おっしゃー、いいか。あれこれラストアイテムねえのか。トゲ3、トゲ2発聞いて1位かよ。マジ。あ、てかもうゴールしてんのか。はい、黒だ。着戦してかっこいい。トゲ0やったら多分独走でしたよ多分。うわ、ってことはほとんどキリマさんで回収してんのか。はい、今回の時。はい。2発中2発僕でしたよ。これじゃあカンストしちゃうぞ。一応とございます。行こうかな。お、利用がです。今ね、一秋ですね、11人行くなら今やです。スカッシュスケッシュ。ふん、当て字だよな、それ。あ、2秋だった。2秋すげえ、俺が8000維持できてる。えらい、150、えらい、150。こいこからもうないんだよな、好きなコースがな。チャイナオブハートない、ね、デッドロングスカイウェイがないからな。あ、ないね。ウィーを出すところから。まあ第二の得意コース選ぶかじゃ。第二の得意コース、えらい。トルピックタウン、えらい、えらい。フォレストクリークか。フォレストクリーク、なんだよそのコース。変なコース選ぶんじゃねえよ。変なコース、微妙なくそこばっかだな。微妙。これは適当に投げるしかないんですよ、ね、これは。あ、はいはい、完全に理解した。もう完全に理解した。これはもうダメなコースだ。ダメなコース。確か次が気をつけます。次からは気をつけようね。数少ないあれでコースが分かる場所だな。大事にしたい。これは運ゲーですね。そうなの。実力じゃないの。気をつけようね。実力じゃないです、これ。時間間に合う。そう、次から気をつけよう、ね、起きた。これは運ゲーです。ミス出してしまった。誰かに当たった。受け取ってんの。作戦。いや、受けました。最低の協賛の投資結果でした。当てて。最低最悪の協賛と。やばいな、選挙の結果に影響が出そうだな。黒だ、危ね。共産党やってんだ。共産党やってんだ。ここ一回カウントダウンやっただけ、ま、た周回判定されなかった。え、なんで。わかんないです。あまりにも適当なコース、適当ってかコースアウトしすぎるとってこと。昔そうですね、ここコースアウトしちゃうんですよね。なんか異世界に行けるってことでしたっけ。はい、乗りすぎ、乗り上げたらもう4周走らなきゃいけないです。あ、やったことある。それ知らずにやったら。チェッキングやブラザー、お、チェッキングやブラザー、よし。あ、トゲ行った。はい、もう金だろ。金。お、サンド振った。どんだけトゲくんの、もう。どんだけ。もう CT で俺もう4発ぐらい俺トゲくんもらえる。そんなに。でも1位なんだ
そうなんですよ。でも1位だ。作ったのは僕ら気がするな。一番最初にやったら僕らと思うかな。おっと。いやそれ、ある意味僕の心臓の心拍数上がってる気がする。なんだよ、みんな。トゲのせいで心拍数がめっちゃ上がったの。トゲのせいで心臓。まあ確かに。危ない危ない。全部僕のせいな気がしてきたから。全部僕のせい。何があった？あ、危ない危ない。俺に恨みでもあんのか。いや、ないっすよ。うぃ。俺に恨みがあるんだったら、もう俺はもう土下座しますわ。土下座？土下座カートウィー。あ、やっちまった。土下座って。うん。あはだってって。ねえ、土下座カートウィーとかさ、残儀カートウィーとかもいろいろやってるじゃないですか、みんな。あ、もう、もう、サッセンっていうのは欲しい。サッセン。状況報告。はい、状況。ペッポ。より5人への隔離反応検知、ペッポ障害数値 5.48。 痛いペッポでしょ。あ、減ったわ。なんだと、隔離がいるだと、ふざけんじゃねえよ。隔離長 5.48 だから任天堂だな、とりあえずは。ゴミだな、ゴミだな。バンされちゃうよ。ダメだよ、そんなこと言っちゃ。いやもうね、カズシさんなりきりで今の時期に隔離はマジで頭いかれてるっすよ。でもしょうがない、もうポケット Wi-Fi だよ、おそらく。いやもう絶対もう Mac でやってるでしょ。 Mac?MacBook あれなんですか、隔離になるんですか。いや、なんない、わかんないっす。フリー Wi-Fi かな、どうです。あ、そういうことか。ただビッグ Mac Pro 使ってるあれじゃないの、どうせ Mac でビッグ Mac セット頼むじゃん。でもな、 Mac の Wi-Fi 結構しっかりしてるイメージあったけどな。ビッグ Mac セットで食べながらやっとね。いいな、それは憧れる。マックプロ博士。マックプロ。マックでミミファイ。マックでミファイ。でも結構 Wi-Fi 強い方だと思うんだよ。マックで DS とかさ、いろいろやってたけど。じゃあマックで Wii やね。マックで Wii か。据え置き型ゲームを、ねえ、飲食店に持ち込むっていうのが。多分 Wii U でやっとるんじゃないですか。ああ、なるほどね。ゲームパッドか。本体どこにいるの？どうするんだよ。おぶろ。電源はまあ適当にトウモロコシで発電してなんかどうにかできるんじゃない。コーン頼むんですか。バイオエネルギー。そうそうそう。あ、それだ。僕が言いたいこと全部言ってくれてありがとうございます。おぶろ。ここなんだ、カメックの図書館。いや違いますよ。あれなんだっけ。新しいコースです。新しいコース。どこだ。おお。なんか楽しそうだな。やべ、やってもうた。無空というゲームだけに楽しそうじゃねえな。持ち運びできるポータブルバッテリーといいの持っていけばできそう。ああ、立ちふさぐまパレス。立ちふさぐまパレス。おお、え、やったっけ。やってましたよ。マジで。すいません、すいません、なんか今日のプレミアムにも出てた。もういよいよあれだ、アルツハイマー .jp に なりかけてる、ごめんなさい。黒だ、やっちゃった。戦闘は外人か。戦闘は外人ですね。外人とか言わない。同じ屋根の下で働いてるんだから。外人は、あ、走ったね、先週。外人ですからね。マジか、走ってたのか、ごめんなさい。あかんわ、俺酔っとるから口がやばいことなってるわ。いいんだいいんだよ、感情表現です。多分この配信、多分俺見た瞬間多分冷めると思う、多分自分で。なんでこんなこと言っとんのやつ、多分なる。いいですいいです、もうその場が良ければ全て良しです。全然もう気にしないでください。なぜならバンされないからである、ニコ生なら。でも YouTube に上げるんでしょ、また。まあね、うん。しょうがない、上げてから消されればいいんだよ、もうそういう時は。 YouTube さんが消されたら消されたら僕がもう謝りますわ。あ、別にそれは気にしないでください。もう多分チャンネルごと消しますわ。チャンネルごと消す。 YouTube のチャンネル消します。もったいないな、せっかくのキリマンジャロチャンネルが。いやもう十何人っていらないですよ。伸ばしていきましょうよ。少なくとも僕よりは面白いキャラしてるんで。それはないっす。規制音か。なるほど。絶対ないっす。
カルさんの方が面白いです。はい。いやだって僕無垢というゲームだけにイライラしないですよあんま。そんなんじゃ誰も見てくんないですよ。てかやべえ。あ僕無垢無垢っていうかもうマリオカート自体がイラつくんですね。イラつく。でも1位なんだよな。543210。早いよ。当選。次から気をつけます。制限解除。もう外人てめっこてっぺっぺてめっこにやろう。叩き殺してやる。叩き殺して。黒や高速進行制限145。あの3打なければ1位でしたね。やば、俺先輩じゃん。次から気をつけます。おじさん卑怯者でした、本当すいませんでした。うん、おじさん卑怯者からね。うん、おじさん、うん、ワン、ニャン。切りますね、いいですね。おじさん卑怯者からね。うん、すいません。よくないな、本当。いや、いいっすよ、全然。真面目にやってる人に水を差してしまうプレイをしてしまい。いや、僕全然真面目にやってないんで。マジっすか。はい。感染しながら BGM 特定班やるか。お、特定班結構ね、もう半分以上もうニトさんに特定されちゃってるんですけどね。ヒカルーズ BRSTM 大半もう当たってるんですよね。約50。ビックラポンだよな。うわー、また強いやつが現れた。これダメですね。強いやつダメですね。ダメですね、これもう完全に俺落としまってますね。あとちょっとで完走なのに。これダメですね。こんなゲーム適当にやってるんですよ。いけるいける、大丈夫大丈夫。鼻くそ教えながらやりますか。そう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 。こんなゲーム空気くらいなくなってんじゃねえか。そういやそうだな、いつの間にかアディオスチャレンジ大成功だったな。ごめんなさい、数値 5.1 いくつついたの忘れてました僕が。まああいつが悪いんだよ。あいつが悪い。事実を申したまでです。隠れ起こしたやつが悪いんだよ。てか勝手に落ちてったしな。しかも隠れ起こしたやつ勝手に落ちてっとるし。うん、気がついたらいなかったね。消えてるじゃん。そうか、チェッキングやブラザーしなしたらなくなってた。なる、気がついたら。なんだこれは。金ですね。何これ。結婚流派変わりましたね。これはオオカミキャッスルグラウンド。おお、なんやかんだちょっと変えましたね。曲はって言われると僕も名前を思い出せないんですけど。名前も知らない気ですから。あ、もらうよって思ったけどいねえし。怪人、じゃあいいです。おいてめえ、こら怪人、お前俺を撃つそうとすんな。俺を撃つそうとすんな。俺を撃つとすんな、怪人てめえ、こら。黒だ、やっちまった。めちゃくちゃおしゃれだ。おい、ベイベーは。ベイベーベイベーベイベーはいけません。ベイベーは。ベイベーベイビーパーク。ベイベーはいいんです。爆音走行するからいいんだ。危な。この形式は今後新型の2019年に受かってしまう。使っていいな。なんでそこで使っていきます。黒だ、じゃあね。はい、サムクタド。あれ、これでもう一周経ったのか。早いな。イカルさんのそこに落ちました。うん、落ちた。てか落とされたんだよな。ドガーンって、なんか多分カートの人だな。 FK さん、 FK さんやってんの。やってもた。やってもた。無垢というゲームだけに。危ない危ない、ここはあれだよな。うわ、巨大じゃねえか。ジャンプアクション出る。 JA 巨大よりも J 強制だな。 JR 西日本。危ない。カルさんの腰つべアーカイブ開きまくってたらめっちゃ騒がしくなってくさ。腰つべアーカイブ、つぶやく、なんかやってましたっけ。ちなみに次からは許しません。ちなみに次からは許します。なんか知らん間にアップデートしてんだけど。
五六がアップデートされてる。以外テントシンラールの一番。ですから。うん。木ですから。自動自爆ネタ。あそっちか。名前も知らない。じゃない。ちょっと笑ってるっていう。黒だ。というシーンです。この形式派、役のところ予言者みたいで大好き。かずしさんの米探していろんなやつ開きまくったら全部同時に再生された。どういう、そういうことか。あー、バレた、どうする。おっぶね、ラクタさん開業。早くね。あっしゃー、早くないか。戦闘集団、早くないか。やったんじゃねえか。これやっとゴールだよ。これはカンストきたんじゃねえか。なんだよ、キーマンさん、なんでカンストしちゃうんだよ。やっぱそうじゃん。クトワラワラでカンストじゃないですか。一人でフラグ立てて一人で回収なんてずるいっすよ。はい、いや、あれ、いや、そう、マジかよ。これは、あれだぜ、悪夢の戦いだぜ。こっからが本番だよ。頭悪い。これ、こっからが本番じゃね、多分。なんじゃそりゃ。ここからがキリマーさん伝説が始まる。おーい、マジかよ、それはあかん。それはあかん。それはやっているわ。黒痩せ番号じゃん。どうすんですか、これ。それはやってる、マジで。こっからが絶対ね、大変でしょ。もう、最悪。最悪。こっからが心拍数の本当の怖さだ。150。どこ行こうかな。とりあえずたったの2だぜ。たったの2だな。2ぐらい負けてほしいわ。負ける。さあ、こっからが心拍数の本当の怖さ。76にしてほしかったわ。東大医学部派、頭は悪い。すげえな、当て字が悪いがよく読んだな、これ。すげえな。おお、結構なかなか攻撃的なコースばっかりだな。マグマ命令多分キリマさん得意っすよね。いや、得意じゃないっすよ。めっちゃクソっす。あれ、めっちゃ嫌いっすよ。そう。どちらかといえばリボンロード。リボンロード、あは、終わった。はい、もう無理。もう無理。もう無理。あんまりさ、キリマさん的にはサーキット系はこれはもう誰か入れないのかな。せっかくスカシがな、教えれ RTA 大成功したのに。もうやや。もうやや。これはクソだ。クソだ。グバリボンロード。エイデラコースはやめてくれ。確かにこれ8ロックスだな。もうエイデラの恐怖が再び上がってくるからやめてほしい。何があったし、エイデラで。デラックスエイト。クッパや。じゃあね。8ドックスで。いつもの。いつものですよ。いつものだけど、俺初めて走るな、多分ここは。あれ、まあ、やってなかった。ここはさすがにやってねえな、俺は。無空で当たったの、これ初めてっすね。これいけんのか。クラ、いけるね。おう。うわ、最悪。親の顔より見たファンキー。親の顔より見た。なんだ、この BGM。あれ BGM なんだっけ、これ。ちょっと待って、でも俺自分の配信聞いてねえんだよな。黒だ。ワード。タイミングクソすぎやろ、マジで。クソすぎやろ。あの台詞なんで僕のスター奪えてない。おかしくね。おとなしでやってるの。そう、今おとなしやってた。お通話してる時はもう、あ、これエリックって曲だ。コースで言うと夕闇ハウスですね、確か。グバのバトルコースの曲になったんだよね。グバのバトルコースか。黒や、危ね。落とされた。なんかバウザーが飾ってあるぜ、部屋に。ああ、これ懐かしいな。これ絶対あれでしょ、夕闇ハウスの曲でしょ。違いますよ。あれ、バトルコースです。あ、バトルコースか。これはグバのバトルコースか。ああ、失礼しました、知ったかしました。黒や。おお、DS の、あ
あのバトルステージっていうか、これは大なんか一緒だって聞こえた。ああ。言われるまで気づかなかったわ。危ない。あ、終わった。終わった。種別確認快速。おたわってなんだっけ。オーケー、アイテム交換なし。よし、スキラーが出てしまいました。よっしゃー、うそー、キリマンさん何やってんすか。フラグってなんすか。キラーの終わる場所が悪い。悪い、頭悪い、東大学部は頭悪い。不在選挙か。マジか。え、これでいいのか。しかし入っていいよ。ミスク練習しないとね。ああ、キマンさん晴れて振り出しに戻ってしまった。はい、戻しました。まだ走ってていいっすよ。あ、まだ走ってていいっすよ。だっていや、もういいっす。もういいっす。お腹いっぱい。もうお腹いっぱいっす。この部屋怖いっす、正直。怖いね。心臓の心拍数だね。トゲが怖いっす。どのリスクかまで教えてくれると幸いです。どの、ああ、ね。トゲがやばい。あれだ。クロスビーツのエリックっていう検索すると多分ね、出てくると思う。時間あったらぜひ検索してみてください。よくね、この部屋で耐えたと思うよ。相当心拍数だったでしょ。キリマンさんに関してはやばかった。まあよく頑張りました。グバルイジサキット、おグバルイジルイジはこのゲームの一部ではありません。これあれじゃん、 DS じゃん。いや DS じゃない、グバ、グバか。あ、 DS でもリメイクされてるやつ。あ、そうか、 DS はリメイクか。あれレトロコースか。モデルは多分 DS さん持ってきてる。うん、なんかそんな気がする。確認、よし、了解です。基づいてやってるはずだけど。基づいてやってるよな。やっちまったのよ、黒田原。託しちゃおうか。ちょっと近代化されてるね。うん、いや若干近代化されてる。特に背景の雷とか、うん、そこら辺割と進化してるような気がしないでもないな。中継進行。もうちょい暗くて、なんかブロックっていうか、そういうのも、ああ、もうちょい色が薄かった気がする。うん、あと薄かったりとか。確かにそこら辺は変わりましたね。でも割と原作に忠実なのかな、どちらかといえば。原作忠実派ですかね。え、そうそうそう、その魔改造ではないですね。あれはあんまりだよ、正直。あんまりね、そう、ハチドックスみたいにさ、ちびっこ受けがいいようなグラフィックにしちゃうと、おじさんたちが黙ってないから。当時遊んだことある人は。うん。うわぁ、なんだこれ。あぁ、うわぁ、安心した。安心。キリマンさん、心拍数から解放される。よく頑張りました。黒や。うん、ちまったか。本当はね、キリマヒさんいなくなったから、もう外人が調子に乗ってる。助けてくれ。頑張ってくれ。頑張ってくれ。頑張るわ。頑張って外人を潰せ。いや、僕にできると思うか。トゲばっかってますよ。ああ、あといた。この部屋トゲが多いんでね、いけますよ、なんとか。なるほど。やべ、ノーコン。多分旧世代の人も多分心拍数上がってると思いますよ。あ、ならいいや。外人の人も。なら平等だからいいや。だってこの部屋多分トゲが多いんで多分心拍数上がってますよ。心拍数上がってる外人を想像するだけで面白い。で、しかもここ運ゲーなんで、ああ。余計外人心拍数上がってると思いますよ。なるほど。おっと、レミさんそれやばい。ゴール手前でちょっと助けられたな、今。
おお、アイフラさん、ありがとうございます。すげえな、8600か。もらってもいいんじゃないですか、ダメかな。もうちょい。下に9000がいるんだもんな。本当は絶対これ心拍数外人だな。ね、多分今195も減ってるって多分絶対怒ってますよ。ねえ、絶対大してんだろうな。スカさんごめんなさい。そう、絶対してる。そこら辺は俺でも分かる。抜けてよかったわ。抜けてよかった。マジでルイさん当たったら多分俺マジで怒ってた。怒っとった。なるほどね。ドケボケ。ドケボケ。150。うん、ちゃんと維持できてるね、レート。でしょ？うん。そこに関してはすごいと思う。一時期9600までいったのに。グミマニア。いや、大丈夫か、それ。本人見たら何か言われるかもしんねえぞ。でもあれか、スカさんごめんなさいって謝られるぐらいだから別に問題ねえか。グミマニアはちょっと。こればっかりはなんか、僕が言っていいのかどうかわかんねえからなんか後ろめたいんだけど大丈夫かな。大丈夫っしょ。大丈夫か。え、グミさんってもう、うん、やってないと思う。あ、やってないの。いや、前なんかどっかでツイッターで見た気がしたけど。え、引退っすか。わかんない、それは。え、ハチドックスとかやってんすか今。え、どうだろう。2番線なんかもう音沙汰ないっすよ今。見たときだったから、Wii の画面で、ああ、久しぶりに見た。見たっていう、懐かしいだろ。あ、じゃあもうやってないんだ。多分。そっか。モニターは、新しくもう、まあそりゃそうだよな。ずっとあのモニター使うわけにはいかねえもんな。それは俺でもわかるわ。へえ、そうか。じゃあいいや。こうしてグミマニアが出来上がったのであった。相手見ればその人と面識ないのに全然面識ないのに期待してるからやばいな。あー、まあ結構ドロク言っちゃってる。フレンドリーで面白い方ですよ。おばさんとかで結構コメントしてたけど。うん。何それ。まあまあね、結構出現率は高い方でした。割と、うん。あ、失言じゃないよ。失言は、あれ、全自動失言発生装置だから。あの、失言の方ね。出てくる。そうそうそう。失言や。失言じゃない。失言はしてない。2年くらい前にやってたよね。あれ、もう2年前だっけ。2年、あー、なんで。そんな経つか。もう苦手。なんかもうコースがわかんねえな、俺。いや、これなんて勝ってればいいんですよ。得意なコースが一個もないんだよ。ああ、あれはベビーパークは。クソコだから、キラーが挙動がやばい。挙動がやばい。いや、もう僕はもう、僕は得意コースないですね、僕は。そんな。もうあのコース消されたんでね。ヘッドロングなんとか。はい。ああ。ヘッドロングスカーシ。ヘッドログスカーシュメイ。やばい、選挙化してしまったんですが、誰かに映った。スカーシさせん。スカーシ怒ってるだろうな、ごめんなさい。選挙多分スカーシ大パンやろ。絶対そうだ、選挙化映しちゃった。2分6秒、時間称号2分36秒、定時。まだゴールまであるね。落ちとるんかい。びっくりマークしとる。びっくりマーク。させん、次から気をつけます。このびっくりマークは多分おこマークちゃう。うん、あの矢印切れてるしてんだろうな、おそらく。多分矢印切れてるんだろうな。さっせん。てかやっぱ矢印つきおかしくなった。ついにおかしい。レース中やで。やった。レース中に強い顔しないでください。シューレッツ。あはは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 あ、そうそう、忘れてたのくらいでチャージする。え、もう46分。おう、ヒカルさん4位っておめでとうございます。あれ、俺こんな G だったっけ。さっき最下位だったのに。66もらった。
うえし、さすがです。4位。じゃあ、あと3レースにしよう。質問マシーンってまだ配信してるの？さあ、一応来てはいますよ。さあ、メインのあれ。メインのあれ。過去新シーズン。メインのあれをやりたいです。てかね、質問マシーンね、なんか来るたびに名前が違うから、僕は見逃してるかもしれない、何回か。上田さん。上田さん違う、上田さんは、上田さんはあの、パート2。上田バディ、なんだっけ上田バディ。違うな、前また新しい定型文生まれてました。ね、彼大好きだよ。だからブロックできないんだよ。助けてくれよ。あのね、漢字聞いてくる人か。漢字聞いてくるのが、そう、質問マシーン、スイートさん。あ、うん、あれ嫌いだわ。うん、多分キリマさん嫌いなタイプだと思う。俺めっちゃ多分俺。ああ、じゃああの人がなんか音を発するたびに誰かスクショ撮ってくれれば、多分俺くんあたりが。多分俺、多分結構冷たい反応してる、結構俺。あ、いや、それでいいですよ。皆さんそれでいいですよ。僕はあのいつも通りあれやるんで。あれやる。あれって。うん。めんどくさくなって俺答えるのやめた。そうです。ただもう一人さ、ヒカルって名前にか最近変えた人知ってます？知ってますよ。うん。あの人だけはね、どうも話が通じないね。ああ。あった。これはまあ言うのもあれなんですけど、うん、ああ、言うのやめよ。やめる。何回かね、タイムアウトで稼いでるんですけど、それでもね、よくわかんねえな、あれは。心折れずに頑張っとんな。ねえ。そう、あれ、ヒカルくんはねのやつは俺好きだからいいよ。いつも僕のこと、なんだっけ、僕の話を最後まで聞かないんです。それが腹立つんです。そう。大好き、もうそれ。それが腹立つんですね。そう。そういうね、名言が生まれるから、バディくんはね、やっぱ持ってるんですよ。彼はいいキャラしてるよ。なんでしたっけ、レゴのアイコンですよね。そうそうそう、レゴバディ。レゴバディ。やべえな、これも、あれじゃねえ、なんか、アーカイブ上げたら、俺の噂してるなんとかかんとかって言ってくんじゃねえのかな。絶対言いそうですよ、絶対。見てねえか、アーカイブなんか見てねえよな。じゃあいいや。いや、僕は見てますよ。マジっすか。僕はアーカイブ見てますよ、結構。僕結構ヒカルさんのやつ高評価してますよ、ずっと。そうなんですか？なんかすいません。そんな別に、面白くなかったら高評価まではしなくていいですよ、そんな。いや、もう全部してますよ、ほとんど。そんなにあれかな？高速進行制限145。もうなんか死んじゃうかな、俺もなんか。いやいやいや、もうちょいなんか大手の方にあれですよ、貢いだ方がいいですよ。僕なんかそんな、いや、大手いないっすもん。いないっす。黒や最低。スカルさんが十分大手やろ。いや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 、僕だって名は知れてる方だ。名は知れてる方なんすか。いや、もう僕もね、なんかまあ違う配信とか、はい、違う、まあ違うなんか人とかで話してますけど、結構ヒカルさん結構有名ですよ。逆に僕誰も知らないですよ、他。せいぜい知ってて、あの、なんだっけ、お師匠タミナルさんでしょ。あと、冬里さん最近覚えたよ。ヒカルさんって知ってるって言ったら、ああ、あの電車の好きな人やろって言われる。なんで知ってるんだ。俺が知らないんだけどな。アフロさんにおめでとうございます。どこで知ってるんだろう。いてもガキばっか。やっぱマリオカート Wii でやっぱ出れてくるんじゃないですか。ずっと不調。あ、そういうことか。あんまりそう。YouTube とかでマリオカート Wii 検索しちゃうよ、ライブで。ああ、はいはいはい。ライブで出てきたら多分出てくる。条件。で、僕が出てくるのか。すげえな。そうそうそう。僕の知ったきっかけそれだからな。マジっすか。ヒカルムクって調べたら絶対出てきますからね。あ、それはだってヒカルムクでは出てくるよ、多分。すげえな、マリオカート Wii で検索したら出てくるんだ。これはトップ画面に来たから、おすすめで。おすすめ。
これおすすめ、これのおすすめ出てこなあかんわな。これのどこがおすすめ要素なんだろうな、面白いな。おすすめできますよ。そういう配信じゃねえだろ多分。いや、この、はい、これでさ、なんかあのチャンネル登録がさ、1000人いってないっていうのがちょっとなぁと思って。いや、だって、本業じゃないですもん。だって、ただ僕がやりたいようにやってるだけですもん。いや、これまだ300、400手前でしょ。うん、てか十分っすよ。せいぜい50人、100人いれば。まあ、なんか少ないなぁと思って。ジャイアント白田のツイッタークリップでここ知った。もっと伸びると。いや、ヒカルさんはもっと伸びると思うんですけどね。いやいや、もう50人、100人ぐらい登録者いれば十分ですよ。もういや、もう1000人以上いくと思うんですけどね。1000人いったらば。なんでみんな知らないんだろうね。あ、それはでかいな。サムネか。黒い。なんかあんまりって感じの人はいるんじゃない。ああ。なるほどね。まあなんか、むくと何か結びつけるっていうことは好きじゃないそうです。ねえ、それは。そこが面白いのに。面白いんだけどね。逆に。僕はもう挨拶、ビッグマックセットって言っとるから。挨拶でビッグマックセットはキリマンさんだけだ。そうなんですよ。もう僕は挨拶はもうビッグマックセットです。すごいよな、それって。一般人から見たらどうなるんだろうな。頭おかしいやつだな。頭おかしいな。そうか、サムネね。そう、サムネの上全部僕が撮った写真ですからね。そこはね、そう、こだわりがありますよ。1分4秒、時間勝負1分30秒。うん。え、なんで1になってんの。ね、何やってんの。ほんとだ、クロさん1位だ。あー、なんで来たの。ファンのせいで落とした。やってるわ、やってるわ。戦闘が、あ、途切った。戦闘はレミさん。レミさんか。あれ、レミさんか。いや、もっと前に。あ、もっと前か。おっと、お配信のサムネ集とか作っても面白そう。サムネ集か。あ、キーボードクラッシャー。いや、実際 KBC って名前にする。そう。あ、FK さんか。FK よ。なるほど。FK だよ。FK さんか。FK。クトの FK さんと言われるぐらいだしな、さすがよ。年落ちてきた、なんでだ。いや、僕ずっと分かってましたよ。だね。マジっすか。おー、ほんとだ、レミさん8000来ましたね、ありがとうございます。8600あったの今。8600。おー、あ、次でラスト多分。お時間か。ほんとだ、メインの動画、メインのメインメインの配信。そうだ、新しく来た人にとりあえず、10月に入り年度が変わってしまったので、今日からあの、あれ、新しい1時間前まで8号行ったのにね、うん、マジか。また8000か。ピークス多分ね、序盤で走っちゃったんで、もしかしたら当たんないかもしれないですよ。一応投げてみますけど。いや、でも多分16レースぐらい走ってるじゃないですか。あれ、そんな走ったっけ今日。一応投げてみるか。いいよ、ピークスなら何回でも走りますよ。あ、走ってないかな。やばい。13。あ、じゃあダメだわ。ダメか。まだ当たんない。やばい、アスドフコースが投げられてしまった。あと3レースで走ったから大丈夫。アスドフ。アスドフコースって懐かしい。そうだね、もう今存在しないもんな。もう今は存在しない人だから。釣りまで眠気に耐えてみせる、うん、いやいやいや、チャリニキュウスさん、この配信はね、眠気には忠実に従うのが元です。いいっすよ、眠かったら寝ちゃって。全然チャリニキアチャモさん、チャリニキアチャモ。カートウッドクリーク。あー、カートウッドクリーク ってなんだっけ。今日がぶつかった。色毛じゃなければ何でもいいや。いかがでしょう。眠かったんだけど、なんか向こうやってから目覚めちゃったな。嘘。
うん、なんか覚えてるぞこれ。寝ていいですよ。寝ていいですよ。お土産ですよ。そんな感情出さないでください。おお。さっきキビであんま感情とか出したことない。あったなそれ。どう？それは逆に気になるぞなんか。あ、それ大変ですけどね。え？でもキレキンですとか言ってるけど。ブチギレキンですとか。どういう？あぶね。休日に従った結果、はいはい、釣り熊終わった直後に目を覚ましちゃった事例が。ああ、そんな事象もあったな。無重発言とかしたこと、無重発言させられてるんですよ、ね、編集で。あ、そういうことね。それなら太陽菌です。で実際太陽菌あの言ってることなんか曖昧になるハンマーとか付け出したりほう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 。あぶね。実際にそうかもしれないみたいな。ちょっと肯定はしないけど。まあ、アンマーとか来てるってこともそういうこと。ほうほうほう。危なっ。後ろへ。お、ヒカルさんが1位。ケツの穴とか行ったことないんだけど。絶対ないでしょ。あ、これ行った。あ、そうでもねえな。峠。トゲトゲドケボケドケボケ中山だろ。ある意味中山だけど音楽はそう自信だ。ある意味そう、うん、まあ実質中山。まあ実際ここ中井講師でもあるで、うん、いやここマジでそうっす。マジでそうだよな。キンキの あれキンキノが出ると思ったんだけどな。ちょっと長いベビーパークみたいな感じ。ちょっと長いベビーパーク。いやーそれは聞いてねえ。それは聞いてねえ。確か比較さん高いじゃん。ワールドレコードベビーデイジーだから。嘘。じゃあそれだから結局はあれですか、ベビーデイジーロケットキラー。そうそうそう。ベイベーはあかん。オッケー。あ8かマイナスか。でも美味しくない、ね、2ならいいでしょ今の。うん。開く日には勝てない。当てて。残念。ベバンダ。アイフロさんにおめでとうございます。8号で終わりましたね。ベバンダ、アナ。この部屋から。マジで勝てる方法ない。じゃあでー。ここのは頑張りました。本当にベビーデイジーロケットキラーなんですか。そう。それはちなみに金ハンドルですか。金ハンドル。あ、それはわかんないか。ああ。ではですね、一応前回の引き継ぎでさっき一瞬吸っちゃったけど、はい。ゆうかさんこれ見たら多分ブチ切れると思うんだけど、最終的に、ひろきさんが55,000×1.26,600で。初回ランクイン1くらいを果たしてしまい順位が入れ替わりました。ははは。はい、これは俺悪くねえからな。よし、というわけでじゃあシーズン2021はこれにて締めたいと思います。次2022ですね、今日から。じゃあヒカキン飛ぶでケツの穴とか言ったことあんまないけど飛ぶ好き。あんまない。なんかであったよな、あのなんだっけ、リラックマじゃなくてさ、ポンポンなんとかであった。ポンポンプリンバン。そうそうそう。30のやつ。そうだそうだ。ポンポンプリン。よーし。ヒカル主催北海道バスツアー。入れた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 。今日はそこまで人数多くないから多分いける。これ入れた入れた。うん。えなんか13秒になってから来たんだけど。え？飛び乗れ。楽くね。めっちゃ重い。大丈夫か。これ入りましたね。人数的には多分いけるはず、今日は。あ、乗れないのこれ。え、乗れた。乗れた。やったぜ。うん。乗れない。乗れない。スカシが乗れないだろ。入れなかった金だろう。嘘でしょ。ニトさん。何のために起きてるのか、これは。マジかよ。すいません。え、何これ何これ。今日、そんな人数多くねえのにな。重い重い。重い重い。当駅を発車いたしますと、次は重い側に停車いたします。
オッケー、ハリサイダイス、よし。いよいよ。やべ。クラゲ。やばい。クラゲに阻まれる。お、ナイスタイミング。いつもにしては意外と早いタイミングでクラゲ駆除が来ましたね。さあ何も起こらない。あ、何も起こらない。めちゃくちゃ何も起こらないぞ。チャビン、チャビン、チャビンだ。チャビン今怒ってる。ちょっと、あ、勝った。いやこれはやばい。もういいや、満足。もう寝たい。早くして、早くして。ゆうすけさん何があった、これ。嘘でしょ。あ、ログさんどうも。いやーこれ入りやんだわ。はぁはぁはぁ、マジか。なんだろうねこれ。マジ何これ。5万って、5万、すごい差が開いたね。まあでも僕の6万には勝ててないね今のところ。そうだな。というわけであれだね、新シーズン一歩目大手をかけたのはチャレンジクリスさん。同時に釣りました。なに、落ちとお使いになられましたか。すでに入手したビルとか。これはさすがです、ゆうつけさん。これで新シーズン暫定1位は確定ですね。で、アイフロさんも、アイフロさんも3万以上なんで、とりあえずはしばらく安泰。レミさん、僕ちょっとやべえな。いろいろツッコミどころが多いな、これ。5位だけど、まあとりあえず 1.1倍。 1.1 倍だし。あー、これ終わったわ。ちょっとやばいね。今さ、乗れず。乗れなかった。乗れなかったのか。2万1000やん、俺。おっと、乗れないな、これは。乗れないな。じゃあ、いやもう全然なんかいいのでやんだ。終わり。ああもったいね。最大数になるまで遅かった。クラゲ駆除してくれたわ。ありがたかったけどさ。うん。フィーバーになるのかな。ちょっと遅かったな。全然なんか何もこやんだ。すごかったな。フィーバーも何もこやんだ。もうラッシュ遅かったけどなんか最低限は稼げたから。いいな。あんま稼げなかったよ。てか。ペンギンだけで2万超えたよ、とりあえずは。じゃあぼちぼち日付変わったんで、今日はお披露目ということで。お釣り替えは S 前 S。 はい、お釣り替え前 S。 まだないとクラゲ駆除ないんだよ、クソ。お釣りかまさまでした。お釣りかれさまでした。じゃあ配信はこれにて。お釣りかれさまでした。ということで、はい、お疲れさまでした。またどこかでお会いしましょう。お疲れさまでした。お疲れさんでした。はい、みそすずさん、こんばんは、いらっしゃいませ。じゃあ、はい、サメクトー。すごいタイミングで入ってきたですね。